はい。皆様、大変お待たせいたしました。それでは、ただいまより、スマートシティインスティテュート主催、浜松市共催の特別セミナー、進化思考で考えるスマートシティの未来を開催させていただきます。開催にあたりまして、スマートシティインスティテュート専務理事の南雲武彦より一言ご挨拶をさせていただきます。南雲さん、よろしくお願いいたします。はい。 こんにちはスマートシティーインシティトの南雲でございます。え今日もお忙しいところ本当にあご参集いただきまして誠にありがとうございます。えー、今日です、ね、このアーキテクト分科会も2回目という形になりました。えー、前回は IT 活という形で皆さんにお集まりいただきましたけど、今回はということです、ね、浜松市の皆さんと共同での事例を含めましてですね皆さんと一緒に学んでいきたいというふうに思っております。で今日であの達成 ございまして、えこれをお伝えできればなと思いますけどまずは今日はですね、浜松市がホームタウンなので、浜松市の皆さんと一緒に共有していただいて、良いところはぜひ学んでいただくという形ですね。あの今後もですね、1月に一度こういった形でアーキテクトの文化会をやりますけども、ホームタウンを回りたいというふうに持ってますので、我々ということは方いらっしゃればまあ後で手を挙げていただければなというふうに思います。 で、二つ目はですね、あの、アーキテクチャーという言葉がキーワードになってますけども、皆さんアーキテクトということもありまして、アーキテクティング。どうやってアーキテクティングをやるのかということについての学びっていっていただければなというふうに思います。これはあの、慶応義塾大学の知らせ学研究室の皆さんというところですね、あの、作り上げていくということで、あの、出来上がったものというみんなで一緒に競争していくという精神です。みたいというふうに思っています。はい。それから三つ目ですね。それからトランスフォーメーション。まあ、DX の X の方ですね。 え、学んだものを実践する、え、組織が変わる、社会が変わる、というのはどういうことなのか、ということについてもですね、学ぶ機会を作っていきたいというふうに思っておりまして、今日は、あの、野沢の立川さん、進化思考という形ですね、まあ、進化という言葉をこれに当てる形ですね、いろんな、あの、お話をお聞きする機会を設けたいというふうに思っています。え、それからで、最後ですね、これもとても大切な点になりますけども、え、今後、スマートシティは繋がっていきます。 街と街がつながっていく。でその前に、えー、そのまさに実践者である皆さんがつながると。人がつながるというところが実は大きな点かなというふうに思っておりまして、結局は人というところもありますけれども、まず皆さんがつながってで、その上でデジタルもつながって、で、日本が大きく変わっていくと。こういう筋道で進めればなというふうに考えております。 今日また半日ということで、あの十分な時間かどうかあの問題があるかもしれませんけれども、皆さんと一緒に学んでいきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、なぐも専務理事、どうもありがとうございました。今あのなぐもの方からもお話ありましたように、このお特別セミナーでございますが、スマートシティアーキテクト分科会のお第一部という形で開催させていただいております。 1> 第1部のみのご視聴の皆様もいらっしゃると思いますが、その点、何卒ご了承いただければというふうに思います、はい。それでは早速でございますが、プログラムの方に入りたいと思います。まずはじめに、ホスト自治体で、今回のホスト自治体になります浜松市よりですね、浜松市長の鈴木康友様より、基調講演を賜りたいと思いますそれでは鈴木市長よろししくお願いいたします。 浜松市長の鈴木康友でございます。それではですね、本日、あのデジタルを活用したサステナブルな都市経営ということで、でえー、国土縮図型、えー、浜松の挑戦というタイトルでこの、この後お話をさせていただきたいと思います。はい、お願い,次お願いします。ページを送ってください、はい、これは浜松市の 紹介でございますけれども、まあ、皆さんご承知のようにち、ちょうど東京と大阪の中間に位置してまして、2005年にですね、天竜外線の12市町村、大変多くの自治体が合併をいたしまして、政令指定都市に移行いたしました。はいえー、これ今、政令指定都市20市でございます。えー、見てお分かりのとおりですね、ほとんど県庁所在地なんですね。やっぱり県庁、 大いわゆる県都となりますと、そこに人物、お金が集まって発展をするわけですね。えーまあ、恵まれたあ都市ということになりますが、そうじゃない政令心が5つあって、そのうちの3つはですね、えー、川崎や相模原、堺のように、東京、大阪という,という、ね、大都市の近郊で発展した町、えー、県庁もない、あるいはですね、周りに、えー、発展を牽引してくれる大都市もない中で,ですね、自律的に発展したので、まあ、私の分析でいきますと2つだけでありまして、1つが、 北九州と一つが私どもの自治体であります浜松でございます。両者に共通しているのは産業都市だということでございまして、まあえー、北九州はです、ねえー、明治以降です、ね、富国境食産工業の名のもとに、いかんやはた設所が、えー、作られまして、まあ、鉄の町として発展をしたと、まあ、政府の肝入りで産業が起こったわけですけれども、残念ながら浜松はそういうこともございませんでした。 全部民間の力ででここままま発展をししてまいりました、まあ、浜松にはですね、えー、鈴木さん、本田さん、山田さん、河合さん、浜松音幸さんといった、まあ、町工場からスタートして、まあ、世界的企業になった企業がたくさん出まして、まあ、トヨタさんももともと浜松の近郊からスタートしておりますので、まさにですね、日本のもの物の発祥の地といってもいいと思います。まあ、そうした産業力の力で,です、ねえー、自律的発展を遂げたという、まあ、極めて特徴的な町でございます。 これが今の浜松でございますけれども合併いたしまして大変広い地域を有す,するようになりました。えー、今伊豆半島よりでかいですね。伊豆半島より、えー、伊豆半島140平方キロぐらい面積が大きいんですね。えー、地域面積が全国第2位でございます。1、まあ、番あの高山屋さんですけれども、高山さんあの人が住んでない山、山岳部が多いんで、人が住んでいるという意味ではですね、実質浜松が。 えー、日本で一番広いのではないかなと、たい面積、人口とも佐賀,佐賀県とです、ね、同じぐらいですね、まあ、一つ県ができたようなものでございまして、えー、道路総延長もですね断トツ日本一、まあ、たくさんの道路を管理しているということですね、橋梁もたくさんあると、まあ、本当にインフラの方,方向で、まあ、ゲップが出るぐらい、インフラたくさん抱えているわけですね、で半分がですね過疎地域であります。政令指定都市とというとですね え皆さんあの大都市のイメージありますけれども、えー、浜松はですね地域の半分が、まあ、もちろん人口は少ないですけども過疎指定を受けているということで、えー、まあ,あらゆる地域あらゆる自然あらゆる産業がですね一、まあ、つぎゅっと凝縮されたような街ということで国土縮図型都市というふうに言われていますですからまあ浜松でですね持続可能な都市モデルができればですねこれ全国のモデルになれるというふうに 私は常々思っておりまして、まあ、そんな思いでですね都市計に取り組んでおります。一方、ですね浜松は結構強みもございまして、まあ、ちょっと並べてみたんですけども、健康寿命、これ、厚生労働省がです、ね、2010年から健康寿命が大事だろうということで調査を開始しまして、3年に一度行っているんですけども、3期連続で男女とも日本一でございました。まあ、健康寿命日本一の町といって過言でないと思います。で 日本総研さんがです、ね、調べている幸福度ランキングというもので、えーまあ、今回は2位でございましたけど、2018年は1位でございました。常にさいたまあ埼玉市さんとです、ね、1位に争っております。SDGs 未来都市、まあ、これは国が認定するものでございますけれども、2018年のまあ初年度にです、ねえー、浜松は認定をいただきました。 再生可能エネルギー。まあ、私はまあエネルギーにも力を入れてるんですけども、まあ、ントツ今、日本、あ,あの、浜松が1位でございます。これずっと維持をしているということで、後ほどまた少し説明をしたいと思います。まあ、今言ったように日本有数のものづくりの街であるとともにですね、スタートアップにも力を入れておりまして、まあ、そこで昨年国からですね、スタートアップエコシステム、グローバル拠点都市にも認定をいただきました。まあ、数々のですね、強みもございます。はい。えー 私が最近気にしているキーワードでございます。このサステナブル、いわゆる持続可能性というものでございまして、これはですね、これから、まあ、あの人類にとっても、あるいは私たち自治体にとってもですね、非常に重要なキーワードになっていくなと思っております。あのよく言われるように、今、人神申請の時代、いわゆる人類の活動がですね地球の生態系に大きく影響を与える時代になったと。二酸化炭素をはじめ温暖化ガスをですね、人類の活動によって、 対するるここととによって、まあ、気候変動が起かですね海が起こるとかでですね、まあ、ですねから我々はあ地球がですね人類がまあ生存可能な形にしていくためにはですね常にサステナブルな環境をですね維持していかなきゃいけない、まあ、そういう時代になったということで、まあ、温暖化の問題とかですね地球環境の問題が、まあ、人類共通のですね最も重要な課題に今なっているということであります一方国内に名誉を転じていきますとですね まあ皆さんご承知の通りですね、今、人口減少と高齢化が急速に進んでおります。何年か前にですね、あの増田博也さんがまあ主催をしておりましたあの、日本創生会議の人口問題研究分科会ですね、全国自治体の20、今後20年ぐらいのですね、人口推計を行った結果、今ある1800の自治体のうちの半分ぐらいですね、人口が半分ぐらいになると、まあ、いわゆる主あ化、あの えー、出産可能なです、ねえー、20歳からあ39歳ぐらいまでの女性がです、ね、半分以下になるので人口が激減してです、ねえー、自治体として経営していかなるくなるとで消滅可能性都市というふうに、えー、呼んだんですねこれはまあ非常にです、ね、当時、えー、センセーショナルでございました、えー、それはそうですね20年以内におあんたの自治体はなくなるぞと言われているようなものですから、まあ、あの自治体がなくなるというよりもです、ねえー、自治体として単独で 経営していくこことでございますしたがって私たちはこれからですねもうそんな遠い将来じゃない時代にそういう環境が来るわけですからいかにですね持続可能な都市経営を行っていくかと人口減少下においてもですねいかに活力ある都市を作っていくかということが私たちにとって重要な課題になってきているというふうに思っておりまして、まあ、私常にそういう意識でですねさまざまな施策 に取り組んでおりますのでまあ、今日はそういう考え方がベースにあるということでこの後のお話をお聞きいただきたいと思いますで、これ浜松の産業政策でございますえー、先ほどですねまあ、浜松の、えー、命だな産業だというお話をしましたえー、県庁所在地でもないあるいは大都市均衡の都市でもないその一地方都市がですね今や中部圏で名古屋に次ぐ第二のですねえー、都市にまで成長したと いうのは紛れもなく産業の力でございますので、今後もですね、えー、産業力の強化に力を入れていかなきゃいけないということで、まあ、ああ<ー>産業のです、ね、あ<ー>連携のもとに、そういう取り組みをしておりまして、まあ、今、4つの大きな柱のもとに取り組んでおりますけれども、今日はもうお時間もありませんので、最後のです、ね、今あ、最近力を入れているです、ね、スタートアップの施策についてお話をしていきたいと思います。 昨年、浜松はですね国のですねスタートアップエコシステム、グローバル拠点都市に認定をいただきました。これはあの国がですねシリコンバレーのです、ね、巨大な、まあ、スタートアップのエコシステムを日本にも形成していかなきゃいけないということで、まあ、全国4地域を指定したわけですけれども、そこにあります2番目のですねセントラルジャパンというこの中部圏ですね、中部地域。 ここはですね、名古屋市と浜松市を2つの核として、そうしたエコシステムを形成をしていこうということで、まあ、名古屋ともどもですね、浜松がグローバル拠点都市に認定をいただきました。そうそうたる都市がある中で、なぜ田舎の浜松がということで、えー、注目をいただいたわけでございます。まあ、この,あのグローバル拠点になりますと、まあ、世界的なアク,アクセラレーションプログラムの招致でありますとかですね。 世界の情報発信、支援など、国から手厚い支援を受けられますので、これから浜松のスタートアップ施策をです、ね、さらに強化をしていけるわけですね。また、スタートアップの拠点都市としてのです、ね、浜松の注目度もです、ね、向上したというふうに思います。いくつか浜松のです、ね、スタートアップ施策についてお話を申し上げます。 このサウンド,ファンドサポート事業というのが非常に特徴的な事業でございまして、今非常に注目をされております。これはですね、浜松が認定をしたベンチャーキャピタルですね。今41社ございますけれども、こうした認定、ベンチャーキャピタルが浜松に拠点を置いたり、浜松はゆかりのベンチャー企業さんですね。東京から拠点を移していただいても結構なんですが、そうしたベンチャー企業にですね、 投資をした場合、同額のです、ね、交付金を交付するというもので、まあ、医療系ですと最大7000万までハマウが交付金を交付するということで、これはまあベンチャーキャピタルにとってはです、ね、投資リスクを軽減できますし、まあ、ベンチャー企業にとってはです、ね、資金を集めやすくなる。ハマワにとってはハマウのベンチャー企業への投資が促進される。あるいはあ 市外からです、ね、有望なベンチャー企業を誘致することができると、三、ま、方、あ、を得のな、ねえー、事業なんですね。まあ、今あの、スタートアップの業界でもです、ね、大変注目をいただいている制度でございます。で次はです、ね、これの、実証実験サポート事業でございます。まあ、これあの、いくつかの都市でもやっていると思いますけれども、浜松でもです、ね、国土縮図型都市というものの強みを生かしてですね、 全国のスタートアップ企業から提案をいただきまして、採用になりますと、ですね市が伴走型で総合的に支援をしていくと、もちろん、経費若干でありますが、経費の補助もいたしますし、あるいはさまざまな行政手続きもしっかりと我々の方でやりますし、うん、なんといってもです、ね、地元調整、こうしたものも重要ですので、そうしたところにも我々行政が支援をしていこうということでございます。そこに絵があるのですね 小さちちなあのお小型のお車ですね、でえ今ある技術ですね、えーまあ、いわゆる低速の自動運転ですね、えー、ですから、まあ、これはの、一番過疎地域の三作坊というところで実証実験やったんですが、まあ、駅から例えば自宅とかですね、自宅から診療所とか、そのラストワンマイルをです、ねえー、支えるう、そういう交通,交,交通なんですね。 これ大体 5, 5キロから10キロぐらいで走るんで、た、ま、と、あ、え事故が起こったとしてもですね、えー、その重大事故にはならないということで、まあ、田舎にはですね、最適なこれからのえ交通システムじゃないかなというふうに思っています。まあ、こんな実証実験を行っております。右側のスタートアップのコミュニティ作りでございまして、まあ、最初私ですね、スタートアップの施策を始めたときに、まずはですね、ベンチャーのコミュニティ作ろうということで、浜松ベンチャー連合というものをですね、えー 組織しまして、ベンチャー企業の皆さんに集まってもらったんですね。まあ、当時あの、まだまだ数は少なかったんですけども、浜松のベンチャーの皆さんに集まってもらって、コミュニティ作りをしました。まあ、今は随分それが大きく広がってきたんですけども、今でもですね、いろんなあのおベンチャーの皆さんが行うイベントには、ですね私必ず参加をすることにしています。スタートアップウィークエンドという世界的なですねピッチコンテストのイベントがあるんですけども、浜松でも,もう10回ぐらい。 やってますかねでもほとんど私です、ね、毎回出席して最初から最後まで審査員を務めておりますあのスタ,スタートアップウィークエンドの事務局の方なんですねいつもおっしゃってくれるんですけどもだいたいまず市長がこのイベントに来ることはほとんどないとまあ、来ても挨拶で帰っちゃうとまあ、最初から最後までですね市長があのずっとイベントに参加してですね審査員までするのは浜松だけだというふうに、えー 褒めてていいただいてますけれどもやっぱりあのベンチャーの皆さんとですね、いろんな活動を共にするということが、私はとても大事だなというふうに思ってまして、えー、若い皆さんと一緒にですね、さまざまな活動に取り組んでおります。はい、次に少しあの、ものづくり以外のですね、えー、浜松あの、工業以外にも農業とか林業とか盛んでございますので、まあ、そうしたところの施策について、えー、ご案内したいと思います。 もともとですね果物とか野菜とかあの花とかですね非常に付加価値の高いですねのの農業が行われておりますけれどもやっぱりですね全国と同じように、えー、担い手が高齢化していくあるいはですね、まあ、小規模な農家が多くてなかなか稼げないといったことで、えー、どうしてもその跡地が少なくてですね、えー、農業が衰退をしていくという現状がございましたのでやっぱ稼げる農業を を作っていいいいかななきゃいけないとということですね意欲あるあの、まあ、特に若手の農業者を集めてです、ね、農業経営塾というのを始めまして、まあ、ここは徹底的にです、ね、あの経営の勉強をしてもらうということですね。まあ、当然、えー、財務省票をもうしっかり読め,な読めなきゃいけませんしマーケティングですとかですねあるいは、えー、人事管理でありますとかいろんなです、ね、経営のノウハウを勉強してもらってまさに農業を経営として担、えー、っていただくと。 ということでおかげさまでまあそういう農業営態などから巣立ったです、ね、若手の経営者があの農業の,の生産性を向上させてです、ね、稼げる農業を作って今いただいてまして今すでに、まあ、あの1億以上稼ぐです、ね、農業形態が54形態まで増えてきたとこれもどんどん増やしていきたいとあ農業はですね、辛くて稼げない仕事じゃなくてこれ,はこれからです、ねまあ、自動運転の高温機でありますとか IoT やドローンの活用ですね、仕事も楽なようにです、ね、めちゃめちゃ儲かると、そういうですね、えー、産業にしていきたいなというふうに思っています。もう一つは林業でございまして、こちらもですねもともと浜松の奥地の,あの天竜という地域は、ですね、えー、良質の杉やヒノキが取れるです、ね、あの林業の一座産地でございましたけれども、国産材のですね低迷とともに林業が衰退をしておりまして、で私は、まあ、これを再生するのに、 ブランド化をしなきゃいけないということで、目をつけたのが FAC 森林認証というものでございます。これ、ドイツに本部がございます森林管理協議会という組織でございまして、まあ、あの先ほど温暖化の問題、お話ししましたけれども、地球温暖化の大きな原因の一つにです、ね、森林破壊がございます。どんどんん森林がが破壊さされれてです、ね、安いそういう財がです、ね、マーケットに出されるということこで 森林がどんどん減っていくというものをですね阻止するために、やっぱり森林が適切に管理されて、持続可能なですね森林経営がされている、ちゃんと木を切ったらそこにですね全部新しく木を植えるというです、ねまあ、そういう取り組みなされているような厳しい基準のもとにです、ね、審査されて、まあ、これを合格すると、ですねそこにありますような FSC というですね認証マークを得られるようになっています。 でこれが今、ですねこのやっぱりあの時代の流れとともにです、ね、非常に価値を持ち始めてまして大手企業さんももう今 SD に、SDGs にあの鈍感なところはもう生き残っていけませんのんですね<ー>大手企業さんがどんどん FAC 調達宣言をされています。まあ、スターブ・ブバック・スコーヒーさん早かったんですけども最近は森永さんもそうですしイオンさんもそうですし、まあ、全部あのこういうところで使われる木材とか紙はですね FAC 材が使われています。つまり えー、天竜のですねこの FAC 材というのはですね非常に価値を持ち始めているということでございます。で、まあ、おかげさまで今、認証林面積はですね全国1位になりました。浜松の森林の約半分がですね FAC の認証林になりましたので、FAC 材をしっかりとあの供給できるですね産地になったということで、し、え、た、ー、オリンピックでございますけれども、まあ、当然オリンピックはですね環境に配慮しなければいけませんので、調達基準が認証材でございました。 えまあ、多くは申しませんが、オリンピックの施設で,です、ね、最もたくさんの材を供給した産地だろうと思います。そこにあります有明の体操競技場は、ね、実は半分以上が浜松の材で作られたということでございまして、これはあの浜松の天竜材のこれからのレガシーにしていきたいというふうに思っております。はいえー、ここからです、ね、少ししとと話題を変えましてコ、まあ、コロロナナ対策とです、ねまあコロナ にで社会がどうかって、それにハマスがどう対応しているか,しているかと、その話をしていいいきたいと思います私はあのウィズコロナの時代は、デュアルモードの社会になるというふうに申し上げてるんですけども、これ、どういうことかというと、いわゆる人々の健康や生命を守っていく安全モードですね、経済を動かしていく、経済モード、これをですね巧みに動かしていくという、そういう時代になってきたんではないかというふうに思います。 感染が拡大をしているときには、ですね、しっかりとした感染対策をしますけれども、感染が、えー、収まってきたらです、ね、大胆ないろんな経済対策を行っていく、まあ、これをですね、えー、うまく切り替えていくことが大事になってきているというふうに思います。えー、今、あらゆることがこうしてデュアルになっていますね。まあ、コンサートもライブだけでは商売になりませんから、オンラインとのオーデュアルですし、飲食も店内飲食だけではです、ねまあ、感染対策がなけれ策の しますと積数なんかも減らさなければいけませんので、えー、なかなか厳しいとなると、デリバリーとかテイクアウトとのデュアル、あるいは診療もですね、えー、病院行って診療を受けるのとオンライン診療のデュアル、働き方もですねオフィスワークとリモートワークのデュアルというように、ですね、えー、あらゆることが今、デュアルになってきておりますで。これを支えているのがまさにですねこのデジタルの力でございまして、コロナになりまして、ですねデジタル化が一気に加速をしたというふうに思っております。 少しです、ねまあ、コロナ対策の浜松であった経済対策についてご紹介していきたいと思います。この PayPay とです、ね、連携した大型のポイントバックキャンペーン、これが浜松はです、ね、昨年の7月に全国に先駆けてです、ね、実施をいたしました。これは非常にです、ね、大きな効果がございました。第1弾のところが、まあ、昨年の1月7月1日から31日までと書いてありますけれども、実際にです、ね、使った予算は2.5億円で。 えー、約20億の効果があございました、えー、今回はですね、えー、予算10億に引き上げてやろうと思ってますので、まあ、単純計算でいきますとですね80億の経済効果が認めるあの見込めるんではないかなというふうに思ってます。ちょうどまあ今、PayPay ペイペイを使った、えー、ポイントバックキャンペーン全国に広がりましたけれども当時私どもが最初にやった頃はですね、まあ、いろんなご批判もいただきましてなんで PayPay ペイペイだけなんだと。 企業さんもいっぱいあるじゃないかとか使えないじゃないかとか、まあ、いろいろ言われたんですけども私どもも別に PayPay ペペさんにエコひいきしたわけではなくて、まあ、あらゆる会社に声をかけましたけれども結局浜松の提案にしっかりと対応できたのは PayPay ペペさんだけだったということでありまして浜松のスピード感についてこれた企業が PayPay ペペさんだということでございます、まあ、コロナというのはですね皆さんもお感じのとおりやっぱりスピード感が大事でありますもう、えー、コロナ 収まってときに一気に経済対策をやるとかですね、まあ、コロナが感染が拡大したら、ですね、パッとそれをですね、切り替えるといったことが必要でありますので、まあ、あの本当にスピード感が必要だなということを今回、痛感をいたしました。はい、でこれはの今のキャッシュレスのです、ね、ポイントバックキャンペーンとです、ね、マイナンバーを連携させたあの変形版でございますけれども、まあ、マイナンバーカードのですね、普及率を上げることと、経済対策と、この 2棟追っていこうということですね。これは来年の1月から今、準備をしてますけれども、えー、マイナンバーを活用したです、ね、ポイントバックキャンペーンを実施をしていきたいというふうに考えております。えー、この1億円キャッシュバックキャンペーン、これ何かというとですね、飲食代を、ね、抽選で,です、ね、あのキャッシュバックしちゃおうというもので、これも私がポッと思いついたものでございますけれども、意外とです、ね、最初はです、ね、市がそんなあのギャンブルみたいなことをしていいのかとか、 いろいろご批判いただきましたけれども、やってみたらお店側にも、ですねあの、えー、お,客あのお消費者側もですね大変好評でございました、まあ単純な仕組みでございまして、えー、飲食したらです、ね、そこからえ応募していただくと、ですねスマホ等を使って応募していただくと、1日200名、上限でですね5万円までですね飲食代をですね、えー、バックするというものでございます。えー、第1弾はです、ね、6万7000件で約3億8000万の。 えー、応募がございました第2弾はあ10万円を超えましてですね、えー、5億5000万の応募がございました。まあえー、これは、まあ、単純に飲食代でございますので、そのお酒屋さんのですね、あのとかあの食材の納入業者さんとか、まあ、そうしたところの経済波及効果を考えますと、15億以上のですね効果があったというふうに言われております。これも、ですすはい、い次、ね、お願いしますで今回またですね、この1億円キャッシュバックキャンペーンをですね、 えまたドーンとやっていこうと。これはあのペイペイのです、ね、ポイントがバックキャンペーンが終わったあ次ですね、12月、えー、忘年会シーズン、忘年会のシーズンになりますので、この時にドーンと、今度はです、ね、1日400名をです、ねえー、当てちゃおうということで、すね、えー、さらにバージョンアップして実施をする予定でございます。えー、これですね、あの楽天。 市場を活用したです、ね、あの販売促進事業でございまして、浜松いろんな地場産品をです、ねえー、取り揃えた特設サイトを楽天市場に、えー、開設いたしまして、販売いたしました。これも大変好評でございました。ということで、えー、常設のです、ねえー、アンテナショップを作っちゃうということで、えー浜松えー、浜松出世マーケットという名前でございますけれども、えー、オンラインのアンテナショップをですね、えー 楽天市場内にです、ね、開設をすることになりましたこれができればです、ね、ここを使って定期的に先ほど言った物産展などもできることになりますので、こうしたいろんなです、ね、重層的な取り組みによってです、ね、地域経済をです、ね、回していこうと、地域経済を活性化していこうというふうに思っております。でこれはあの多拠点教授とかワーケーション拠点。 ですねまあ、そういうあの首都圏からの、まあ、そういうニーズをです、ね、拾っていこうということで、まあ、そういう施設整備した業者さんにですね、えー、補助金を差し上げるという、まあ、そういう仕組みでございますこちらのテレワークですね宿泊の応援キャンペーンということで、えー、市内のです、ね、サテライトオフィス等でテレワークをしていただきますと最大半額で,です、ね、宿泊できるというものでございまして、まあ、今後はあの 首都圏の企業等あ、ね、本市へ誘致する際のです、ね、インセンティブ施策としても活用をしていきたいというふうに思っております。はいえー、さあここからのデジタルスマートシティの取り組みをご紹介をしたいと思います。えー、スマートシティリファレンスアーキテクチャの中で、まあ、体制、戦略、都市 OS、各分野の取り組みをですね、まあ、ここからご紹介をしてまいります。 まあ、の令和元年10月31日にデジタルファースト宣言というものを行いまして、まあ、そこに書かれておりますようにですね、えー、都市の最適化市民サービスの向上お自治体の生産性の向上こういうものに取り組んでいこうというふうに考えて、えー、宣言を行いました、まあ、そこには5人のですね、それぞれの分野の専門家の方がの写真が出てますけども、まあ、こういう皆さんにフェローにご支援いただきまして、えー 適宜アドバイスをいただいております、えー。推進体制でございますけれども、町内にはです、ね、デジタルスマートシティ推進本部というものを設置をいたしまして、まあ、ここが司令塔となってです、ね、市役所全体のです、ね、デジタル化を推進をしているということでございます。また、あーその外にはですね、浜松市デジタルスマートシティ官民連携プラットフォームというものを設立をいたしまして、まあ、このプラットフォームをベースにですね、 官民連携でデジタル化を推進をしているところでございます。昨年度はですね、浜松市デジタルスマートシティ構想というものを策定をいたしました。市民 QOL の向上、いわゆる市民生活のです、ね、質の向上と都市の最適化というものを目指しまして、デジタルでつながる未来をですね、官民、競争で作り上げていくというものでございます。G20 スマートシティ都市連合がですね、推奨します 5原則にまあ準拠いたしました5つの基本原則もこの構想の中に盛り込んでおります。ということで、まあ、G20 のスマートシティ都市連合のパイロットシティですね、まああ、これは昨年だね、昨年の10月に認定をいただきました。これはあの第3回のメディアワークショップの中でですね、あの同時にあの認定をいただいた菅谷、まあ、さん、前橋さんとともにですね、 オンラインで基本合意書の締結式を行った時の写真でございます。えここからはですね各分野の取り組みをご紹介をしていきたいと思います。まずはですねあのウェルネスの分野でございまして、まあ先ほどですね浜松あの健康寿命三期連続日本一というお話をおいたしましたけれども、まあこの健康寿命ですね。 これを増進をさらにしていくためにです、ね、それを延伸させていくためにです、ね、健康分野の取り組みは大事だということで、この健康予防都市、予防健康都市ですね、健康の方は幸せと書くわけですけども、それを目指していこうということで,で、すね、浜松ウェルネス・プロジェクトというものを立ち上げました。まあ、ここでは官民連携で,ですね、さまざまな健康増進のためのですね、取り組みを行ってお,きます行っております。 その中の1つとしてです、ね、浜松ウェルネスラボというものがございまして、これはですねあの、そこに出てますような大手さん、大手企業さんに参加をしていただきまして、浜松をその舞台にでさまざまなですね、疾病、介護予防や健康増進に関わるです、ね、実,証実,験実証実験を行っていこうと、そこでデータやです、ね、エビデンスを取って、ですね、それをですね、そこの 右側の図にありますように、あのデータプラットフォームですねこれを蓄積をしていくという事業でございます。で、このデータはですね、私どもはですね、今後の予防健康づくりなどの施策に活用いたしますし、まあ、大手さんはですね、さまざまな今後のですね、えー、活動にですね、新しいビジネスなどに活用していくと、まあ,あ官民ウィンウィンの取り組みでございます。はい でこれはあの、今年度実施するです、ね、実証事業のです、ね、リストでございますけれども、す、ま、で、あ、に終わったものもございますが、認知機能改善から生活習慣病予防まで,です、ね、バラエティに富んだ事業がございます。この中であのキリンホールディングスさんとです、ね、ファンケルさんによる、まあ、気分、ストレス状態に関するです、ね、調査研究やですね えー、キリンホールディングスさんが行った、えー、笑いのです、ね、健康効果の研究、まあ、これはです、ね、結構今後につながるです、ね、大変良いエビデンスがです、ね、取得をできたというふうに伺っております。まあ、これ以外にもです、ね、損、ま、保、あ、ひまわり生命保険さんとかです、ね、住友生命さん、日本生命さん、鈴木株式会社さん等がです、ね、新たなまあ社会実施、小事業のです、ね、検討をされているということで。 まあこういうあのデータにつきましては、先ほど言ったようにデータプラットフォームにしっかりと蓄積をしていくということでございます。はい。これは健康ビッグデータ分析でございまして、ウェルネスラボのを実施している事業の一つでございます。精霊福祉事業団、これはまあ日本最大のですね、福祉事業団でございますけれども、ここと浜松医科大学、浜松市が連携をいたしまして、えー、精霊さんが行ったですね、検診データですね。これはの 2006年から2020年まで,です、ね、膨大なですね検診データがございまして、まあ、これをですね、えー、分析することによって、なんで浜松がです、ね、健康寿命の日本一なんだということのですねあの理由でありますとか、あるいは浜松の抱えている疾病リストのですねあの傾向などをです、ねえー、多角的に分析をしていこうということでございます。実は浜松はの健康寿命は大変長いんですけども、えー、他の都市よりもですね、 あのいわゆる透析患者の数が非常に多いという傾向がございます。それだけまあその塩分摂取量が多いんじゃないかと思うんですけども、そういうことも含めてですね、ちょっとそういう疾病リスクなんかについてもですね、分析をしていきたいというふうに考えております。これはあの鈴木さんと浜井さん浜松医大さんとですね浜橋で行っていく。まあ究極はですね乗れば乗るほど健康になる車を作ろうじゃないかと。 いうことでございまして、まあ、特に、あの、鈴木さんの、お、経が主体でございますので、えー、経済者っていうのはご存知のように、あのー、高齢者などのですね、日常の足として使われているので、やっぱりですね、あのー、何かその運転中に、えー、不足の事態があってはいけませんので、えー、まあ、認知機能とですね、その、運転データと、こう、分析してですね、その傾向を探るというものをまずやっていくと。まあ、いずれはですね、まあ、ハンドル等にですね、センサーを。 えこう装備してるんですね、えー、乗ってる間に健康管理してくる、そんな車を作っちゃおうじゃないかというようなプロジェクトでございます。これ次はエネルギーの分野でございます。実は私あの、市長になる前ですね、あのー、国会議員5年やってまして、その時にエネルギーが私の専門分野の一つでございました。えー、当時2002年にはです、ね、エネルギー政策基本法という、まあ、国のです、ね、根幹となる エネルギー政策の、まあ、哲学というかです、ね、ポリシーを作りましたけれどもその時にもそのプロジェクトに参加をしていました。ということであの福島の原発事故が起こった瞬間に、まあ、日本のエネルギー政策が大きく転換されるだろうなと、まあ、これまでの原発中心のです、ねえー、それを原発をベースロード電源としたエネルギー政策から、まあ、再生可能エネルギーに軸足が移るだろうなと。 これはま当たり誰でも想像できることですけども、再生可能エネルギーになりますと、どうなるかというと、地域分散、これ、地域分散型なんですね。ですから、おそらくこれ、自治体のです、ね、役割が非常に大きくなるということで、まあ、すぐ新エネルギー推進事業本部という部署を立ち上げまして、まあ、当時、FIT ですね、あの固定価格買取制度の非常に有利だった太陽光発電ですね、まあ、を中心に、再生可能エネルギーの導入に力を入れてまいりまして。 おかげさまでですね、太陽光発電、またあの太陽光発電を含む再生可能エネルギーのですね、導入量、発電量でも全国一になりまして、現在それを維持しております。でまあ、そうした浜松の町全体をですね、これからまあスマートシティ、エネルギースマートシティにしていこうということで立ち上げたのがですね、平成27年でございますけれども、スマートシティ推進協議会というものでございまして、現在、市内81、まあ、市外の方がもう多いんですけれども、 95のです、ね、企業さん、団体さんに参加をしていただいておりまして、えー、浜松市内にいく、えー、多くのいろんなプロジェクトを立ち上げましてですね、えー、エネルギースマートシティ作りに取り組んでいるところでございます。次は、モビリティの分野でございます。昨年度、浜松版マースコースというものを策定をいたしまして、えー、モビマース事業にです、ね、取り組んでいこうというふうに考えております。というのも、浜松はあの自動車産業が非常に 盛んで集積をしている特徴がございますので、まあ、そうしたものを生かしたですねモビリティサービスを目指していこうということで、まあ、具体的なプロジェクトとしてですね、その下にですねフーデリックスというのがありますけれども、これはフードのデリバリーシステムでございまして、これもコロナ禍でですね、まあ、大手さん、いくつかフードデリバリーの会社がありますけれども、なかなかですねあの自治体用にですね、 えー、そのシ,システムを変えたものを作っていただけなかったんで、だったらじゃあ自分たちで作,作っちゃおうということで、官民連携で,です、ね、作り上げたのがこのフーデリクスというです、ね、デリバリープ,プラットフォームでございまして、これ実はですねその、そういう飲食を宅配するだけではなくて、いろんな社会課題の解決にも使えるということが分かってまいります。例えば高齢者ののい物支援でありますとかです、ね、そういうものの えー、プラットフォームにも使えるということでですね、これをですね、まあ、完成させたら、全国の自治体等にです、ね、これを広げていきたいというふうに思っています。えー、す,すぐ右側ですね、浜松テレワークパーク構想というものでございまして、これはあのベンチャー企業さんと鈴木さん、そして行政と、まあ、3社でですね、えー、スタートしたものでございます、えー。この、そこにちっちゃな写真が出てますけど、これ、鈴木さんの K のワゴンでございまして。 これを改装しましてですね、室内で仕事ができるようにしてございます。で、我々わ何やるかというとですね、まあ、そこは浜名湖岸のウコメビナ公園でございますけれども、そうしたところにですね、w i f i の設備とか電源を設置いたしましてですね、そういう、いわゆるリゾートスポットで,ですね、仕事ができる、こういうですね、ワーケーションにこんなこともですね、取り組んでいるわけでございます。 一番右の持続可能な地域交通の確立ということで、えー、まあもう全国的にもそうですけども、もう公共交通がどんどん今、空白になってくると、まあ、公共交通空白地域が増えているということで、まあ、そこは共助型のです、ね、交通システムを作っていかないと、もうサステナブルなです、ね、地域社会を作れません。でそこで,です、ね、あの自家用車を活用して、まあ、住民が住民を移動させるというです、ね、まあ、そういうですね、 あの仕組みをです、ね、どんどん、これはあの町場もそうですし、中山間地域もそうですけれども、導入しなきゃいけないということで、まあ、そんな取り組みをしているという例でございます。はい、これはあのデータ連携基盤を活用したです、ねえー、実証実験プロジェクトでございまして、えーまあ、広くです、ね、実証実験の応募をしております。2年目になりますけれども、今年度は13件の応募がございまして、7件を採択をいたしました。 データ連携基盤はあの Code for Japan さんにご提供いただきまして、えー、通信回線はですね、d o c さん、KDDI さん、ソフトバンクさんさんというです、ねまあえー、通信3社にです、ねえー、協賛をいただいておりますで。このオリプロジェクトがですね、Code for Japan さんがこの8月からスタートいたしましたです、ね、市民参加型のスマートシティプロジェクトであります、MakeOurCity。 というプロジェクトなんですね、えー、パイロットプロジェクトとして言、えー、い,い続けて、えー、いただいたところでございます。で、で浜松市はです、ね、あのおースーパーシティもですね、応、え、募、ー、してるんですけども、えー、我々が目指すのは、ですね先ほどから言っているように、サステナブルな地域社会をこれから作っていくことが必要だと、えー、もう人口減少と高齢化で、 もう地域コミュニティがどんどん崩壊していってます。これは浜松だけではなくて、まあ、全国、すぐらうら同じような状況だと思いますが、これをですね、えー、持続可能なです、ねえー、地域社会を作っていくためには、ですね共助、まあ、型の社会を作る必要があると、そのためにはですね先端技術と規制緩和、これが、ね、本当に必要だなということを痛感をしています。ということで、まあ、私たちはそういう、まあ、あの考え方のもとに、スーパーシティに応募をしています。 例えばです、ね、今あの山、山の方で私たちです、ね、あの医療マウスです、ね、の実,験実証実験をやってましてあの中山間地に行きますとどんどん診療所がなくなっていくと医療活動地域がどんどん今増えているわけですね。そういうところで,です、ね、患者さんのお宅までオンラインあの診療者で行ってそこで,です、ね、タブレットで遠いあの診療所とオンラインで結んでオンライン診療とオンライン服薬指導をしてですね で薬はです、ねえー、ドローンで,です、ね、患者さんのお宅まで届けるという、こういう実験でございます。な、まあ、何でもかんでもドローンで届けるというのはまだ厳しいですけども、まあ、医薬品というのはもう大体、あの重量もです、ね、形も決まってますので、非常にドローンで運ぶには適,適してるんですね。でこれもですねもう、すぐにでも実装できるんですけども、それをです、ね、拒んでるのがこの規制でございまして、この規制さえなければ、ですねあの、えー、いつでも実用化できるというふうに思います。 またですね、先ほどフーデリックスのお話し,しましたけれども、フーデリックスで1人暮らしの高齢者の買い物支援をしようという、まあ、そういう取り組みをしようと今、考えておりまして、そうしたら、ですねあの、若い奥さん方をこうこうこう集めている NPO が、私たちがお手伝いしますと言ってくれたんですね。だ当然、ママさんたちも買い物に行きますから、そのついでに高齢者の,です、ね、買いあのお買い物をして届けてくれる。 これができればですね非常に高齢者の皆さん助かるわけですねで。こののもすぐできるだろうと思ったらですね実は非常に、ね、規制の壁に今ぶちゃってます。つまりですねママさんたちがその物を届けるというのはこれは貨物運送法に引っかかるんじゃないかと。だからね何を言ってるかというとです、ね、ママさん全員ですね貨物運送業者の免許取れと。それでね車は全部緑免許にしろと。業者免許。ふざけんじゃない。まあ,あまりそういう言い方ししょ、いけませんが。 非常に私はですね、憤慨しまして、もうそういう規制がいっぱい網の目のように入りらされていまして、私が目指すようなですね、教授型社会を作ろうとすれば、そういう一つ一つの規制を解除しなきゃいけないんだけども、いちいちもうやってられないんで、パッケージでですね、ガバッと規制緩和してもらおうと、まあ、それができるのは私、スーパーシティじゃないかというふうに思ってまして、まあ、そんな思いでですね、私どもは今、スーパーシティにですね、ノミネートしているところでございます。 ということで、まあ、これ最後でございますけれども、まあ、あ今年度ですねあの、アーキテクチャーの研究の、まあ、第一人者であります、えー、慶応大学のお白笠先生のですね、えー、チームとですね、連携をしまして、まあ、国土縮図型浜松をフィールドにしていただいて、ですね、まあ、アーキテクチャーの方から見たですね、z r テ t 浜松のお検証をです、ね、行っていただいておりまして、まあ、この検証を通じて私どもとしてはその、まあ、浜松市の強みでありますとか、課題をですね、 再認識をしてですね、まあ、次の取り組みにつなげていこうと、まあ、こういうふうに考えているところでございます。ということで、まあえー、ほぼほぼですね、えー、ちょうどお時間となりましたので、私の,あの話お話、これで終わりますけれども、そこにあらまいかと書いてありますが、これ実はですね、浜松に根付くですね、もともと新種の精神なんですね、すべてを考えてみればやってみようという、まあ、そういう着替えー、気概でございますけれども、まあ、本田宗一郎さんがなんかが典型でございますけれども、 もともとそういうあの浜松の新種の精神の中から新しい産業というのが生まれてきたわけですね。で、まさにこのやらまいかというのは今で言うと私はアジャイルだというふうに思うんですね。だから国土縮図型都市の特徴を生かしてですね、まあ、オープンでアジャイル型の街づくりをですね、今後、官民競争でですね、進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上で私の発表を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。 市長様どうもありがとうございましたあの大変貴重なお話を頂戴しまして誠にありがとうございました、はいえー、続きましてプログラムの2番目になります特別対談に移らさせていただきたいと思います、えー、本日のです、ね、特別対談「進化思考で考えるスマートシティの未来」を始めさせていただきたいと思いますがゲストをご紹介させていただきますゲストノザイナー代表の立川英介様でございます どうぞよろしくお願いいたします。それから対談の相手を務めさせていただきますスマートシティインスティテュート専務理事のナグモ武彦でございます。はい。それではここからよろしくお願いいたします。え次のセッションに進みたいと思いますけども、えっ、ー、と何を試みようと思っているかというとですね、あの人類の最大の発明は都市であるとこう言われてきたんですね。 で、それがですね、今、気候危機とかコロナとか、まあデジタルってもあるんですけども、イノベーションを求められていると、こういう時代背景にあるんだというふうに思います。で、まあ、デジタルということでですね、スマートシティと皆さんこう一心になって取り組んできているわけですけれども、えー、もしかするとですね、その進化思考、まあ、動物、生物の進化のところに発想を借りると、もうちょっとリープ、ジャンプができるかもしれない。もしくは、ちょっといいセンスメイキングができるんじゃないかなと。 こんなうふうな問題意識を持っておりまして、えー、意外と皆さんにその実務をやっておられる中でもですね、なんか足りないなという感覚を持ってらっしゃる方もいるんじゃないかと思うんですね。で、今日はその、えー、実務の中から少し、まあ、日曜日ということもありますけども、一旦目線を外していただいて、えー、ちょっと離れたところから今やってることをですね、俯瞰する機会と。 いう形で、実は、ノザイナーのですね、立川さんにお願いをしたと。こういう経緯でございますえ。今日のゲームプランですけども、まずね、立川さんね、あまず最初はあれだ。山本志平賞、主将、おめでとうございますあの。皆さんね、本屋さん行くといっぱいこの本並んでるんで、ぜひお読みいただければと思いますけども、分厚い本なんですけど、あのイラストも多くてですねこう、なんていうのかな、僕も読みましたけども、こう吸い込まれるようなそういう魅力を持った本なんで、あのぜひお読みいただければなというふうに思います。 で、まず、立川さんから、えー、進化思考っていうことの概要をちょっと20分間ぐらいでご説明していただいて、その後私の方からですね、今、スマートシティ界隈で何が起こってるのかっていうことを、えー、話題提供的に少しこう、ご紹介させていただいて、それに対して、立川さんからこれはこう見えるというような形ですね、こう対話をやっていきたいと、こういうふうに思います。はい、じゃあ、立川さん、ここからちょっとお話を聞き,聞きさせていただければと思います。お願いします。 はい、えー、よろしくお願いします皆さん。あの市長のお話もすごく面白く聞かせていただいておりました。実際あの浜松って本当にある時あの二十世紀の初頭から多分戦後にかけてあの小型のね発動機が出てきて、それでシリコンバレーみたいな状態だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。でまあなんかなんで一つの場所で、えー、あのまあ、例えば進化でいうとガラパゴスのねあのまあ、あのカンブリア紀の爆発みたいな、えー、形でこう言われるようにですね ある場所でいきなりいろいろなものが出てくるっていうことがまあ発明でもよくあるんですけどなんかこうそういうことに僕もすごく興味があって。 で,であの創造性の生態系というかどういうような状況だと出てきやすいのかとかどういうふうにすると出るのかっていうことをずっと研究を個人的にもしていた、まあ、僕自身はデザイナーだったんですよねあの一瞬だけ僕の、えー、自己紹介をするとノザイナーっていうデザインコンサルティングの、えー、会社をしていてでまあいろんなデザインをしています、まあ、一応日本で一番古いデザインの団体の理事長もしていますけれどもあの物の設計と、えー、グラフィックの設計平面の設計と でも僕の元々のバックグラウンドってまあ建築だったんで都市とすごい。 し,かし、えー、領域でであるんですよねさっきあの市長のプレゼンの中にも出てきた国立競技場を作った人が僕の先生だったんですけど、まあ、今日僕の話というよりはですねそのデザイン全般の話というかデザインというかまあ創造性全般の話というかですね、えー、それをこう南雲さんに20分で話してっていうに言われるんであそうなんですよこの本ね500ページぐらいあるんでですね <laughs> 結構20分でどこまで喋れるか分からないんですけどちょっと頑張ってみたいと思いますあのデザインについてなんですけどその デザインってあの形の話だけじゃないですよねっていうのはまあ,まあ大前提としてあるじゃないですか。皆さんが座っている椅子でもカメラでも何でもそうなんですけど、使いやすさとか、それがもたらすこう関係性の部分にむしろ本質があるように思いませんかと。 でだからそうするとだからこうデザインを追っていけば追っていくほど形のことから離れていくんですよね。うまくなればなるほど形のことよりも形を導く関係の方に目が行くようになるっていうかで、まあ、そういうことをずっと考えていろんなものを作ってきましたけどまあ 今日は何を作ったかということはどっちでも、どっちでもというか、あんまりこう主題ではないかなというふうに思っています。どちらかというと、僕のケースを話すというよりは、皆さんをどうやったら創造的にできるのか、今よりも、というところに主眼を置いて話したいと思っています。でも、この創造性というのがなかなか厄介でですね、すぐにこう、才能のせいにされたりとか、なんかこう、あの人だからできるんだみたいな話になりがちなもので、どうやって練習していいのかもよくわからなければ、でも、まあ、 今更当たり前すぎて言うのもなんなぐらいなんですけれども、人間の最も重要な能力ですよね、創造性って、ねえ。だって創造性だけが他の生物と僕らを分けているし、創造性があったからこそ都市も生まれ、貨幣も生まれ、あらゆるものが生まれているわけですから、そうすると創造性が一番重要な能力なんだけれども、教えられることはできないっていうものになっちゃってるっていうふうに。しかもなんか厄介なのはですね、あの 人間と98%同じ動物にもろくにできてるように見えないし人間も20万年間ホモ・サピエンスの時代のうち本当にこの数百年の創造性ってすごいんですよね何があると創造的になれるのか人ってっていうのは僕のまあ永遠のテーマなんですよまあデザイナーですからね僕大学院の時になんかそこになんかパターンがあるよなあっていう研究をしてたんですよ こういう世の中を変えたやばい人たちがいますけれども、こういうすごいアイデア、実はこう何かの真似というか、擬態をしていたり、内燃期間を達していたり、馬を消していたり、あるいは別の場所に移していたり、プライベートとパブリックを逆転させていたり、何か別の相手に銀行を開いてみたり、インターネットを足したり、ボタンを消したり、足したり引いたり。 似せたり入れ替えたり、何かこうパターンめいたものがあるしかもですね。あの今、持続可能性という話がすごく取り沙たされるようになりました。で、これの裏側にあるのは持続不可能であるという状況があるんですよね。だからこうあの今ね。そういうのが大事だって言われている背景にはですね。まあ、そういうことはあんまり暗くなっちゃうから、みんなちゃんと言わないですけど、21世紀中旬ぐらいまでしか？文明が持たないって言われてるからです。 これはの人工像と生物の,、えー、あの絶滅数の相関関係。 ですけれども、まあ、今、地球6度目の大量絶滅時代を僕,僕らは生きていて、まあ、当然こう僕らは生態系サービスに頼りまくって生きているので、ですねそうするとサービスが止まれば我々の文明も止まってしまうという状況です。CO2 もこんな状況で異常値になっていて、まあ、ノーベル賞を取りましたよね、あのこの予測、CO2 が上がれば気候変動が起こるということはもう50年前に予測されていたわけですけど、えー、まあそれでまあ実際、災害はめちゃくちゃ増えていると。 で、えー、あの、まあ、一方でコ、コンピューターめちゃくちゃ速くなっていると。まあ、まあ、なんていうんですかね。わけわからないんですよね。でも、まあ、ね、まあ、こういう状況を生み出してしまったのも僕らの想像性かもしれないんだけど、まあ、こを持ってどこを制すというか、僕らがもう一回この状況をこう、ある種、 逆転させるというか、えー、ある種まあ巻き戻していくためにもですね、あの現在の文明の様々なものを多くの人が再発明しなきゃいけないっていう状況に僕らは生きているんだと思います。それは都市もそうだし、えー、それはなんかまあね乗り物もそうだし、あらゆるものでそうなのだという。 そういう状況の中で、まあ、僕創造性って本当に21世紀のメイントピックなんだろうなっていうふうに思ってるんですよねでもよくわからないものだとでも僕は分かりたいとデザイナーだしでそういうこともあってずっとこの創造性を探求するわけなんですけど、まあ、もう一個不思議なのは自然の方がまあ作ってるものを見比べるとやっぱすごいものに見えるんですよね。 まあバッタの足の方がロボットよりもすごく見えますね。太陽光パネルよりも葉っぱの方がすごく見えますし、ね、まあ、そういうことですね。うんうん、よくできている。でも、なんかどうやらそれらの自然物は全部デザイナーがいたわけじゃなくて勝手に出現してきたものだっていうふうなのが、えー、進化論でございまして、つまり誰も発明者がいなくてもものすごいデザインを作る術はあるっていうのが、まあ、進化論が証明したところでした。 でもそこから学ばない手はないだろうというふうに思うんですよね。なぜなら僕らよりも優れた創造性を発揮しているように見える世界で唯一の現象がそれだからです。要するに、ですね創造性についてよくわからないという状況があるんですけれども、創造性よりもさらに摩訶不思議な現象に見える生物の進化はある程度解き化されたというで、この2つはめちゃくちゃ似ている。 でだとしたら僕ら、創造性についても分からないと言わずに、この生物の進化からちゃんと学んだらいいんじゃないのかっていうのが、進化志向です。で、いろいろなことをいろんなところでやっています、えー、動物園でやることもあれば、さまざまな企業でやっていることもありますね、先日も良品計画さんでちょっと始まったりしましたけれども、あのパナソニックさんとか、い、え、ろ、ー、んな会社さんで、イノベーションの手法として採用されています。 先日あ、あのですね、南雲さんにあのご紹介いただいた通り、山本七平賞っていう賞をいただいて、僕は在野の,の研究者というか、まあ、研究者ですらなくて、まあ一応大学でたまに教えてはいますけど、なんかねい、いわゆる研究者、科学者ということではないので、こういう科学的なバックグラウンドを元にした本を書くというのは結構勇気がいるとなんですけど、その山本七平賞というのは、 一応、学術賞で、タケシさんとか、長谷川真理子さんとか、生物学者の方とか、伊藤元重さんのような、マクロ経済学の人とか、そういう審査員の皆さんがこう選んでいただくっていう、そういう賞なんですけど、まあ、非常に心強い受賞でした。ということでですね、進化思考について、これからよし、あと12分ぐらいで語っていくかないとないんですけど、進化、進化のテーマなんですね、これ、進化ってどう起こるのかって、皆さんご存知でしょうか。 進化ってですね変異と適応の繰り返しで起こる現象っていう,ふうに言われておりまして、えー、変異っていうのはまあ要するに卵から違うものが生まれてくるエラーが定期的に発生する仕組みですつまりこう工場の機械だと同じものをいっぱい作っていくけれども、えー、進化の、ね、卵とかの場合は定期的にそれからまあ不良が出てくるんだけどいろんな方向に不良が出てくるんですよねここが不良とかじゃなくて毎回作るとなんかちょっとずつ変わっちゃうっていう感じです、まあ まあそういう機会も作れなくはないですけどね。なんかこう、マーブルっていうか、なんかこう、ね、何かと何かを混ぜて、こうやっていくと、どれぐらいのバランスか毎回変わっちゃうみたいなことっていうのもできるかもしれませんけど、まあとにかく同じものがずっとできるっていう仕組みじゃないです。で、まあ、それが一つ一つ目の仕組みで、でもう一つの仕組みが、その中から毎度毎度選ばれるものは、なんとなく傾向を持って変わっていくっていうこと。まあ要するに、 あの首が長い方が生き残りやすいみたいな場合に 1, 1人目が首が長くて偶然生き残ったのは偶然かもしれないけどそれがもう何百匹とかの中でそうでしかも何世代にもわたってそうだともうこれは1つの偶然じゃなくてある種の必然性を帯びてくるじゃないですかそうするとだんだんこう首が長いやつの子供のの更に首が長いやつの子供のみたいになっていってだんだん首が伸びていくしたまにこう足が速いやつで生き残っていく場合は えー、足がどんどん速くなっていくしってことが起こってこの変異と適応が繰り返されると勝手にデザインされちゃうっていうのが、まあ、進化なんですよね僕らこれ頭の中でもやっているんじゃないのかっていうのがここからが進化思考の話でするにまあバカと秀才とかボケとツッコミのようにですねかこう都市の、えー、より創造的な状態を考えるときに現在とは全然違う都市を考えるっていうエラー的な思考プロセスと それがなぜふさわしいのかをちゃんと観察して、えー、それが適応的かどうかを見定めていくっていう、えー、そういう,こう挑戦と観察の繰り返しみたいな、えーまあ、エラーと選択の繰り返しみたいな、えー、そういうことがですね、創造性を前に進めるエンジンなのであるということです。まあ、そういう2つの知性を僕ら 人間も持っているんだということをですね、かつての心理学者も言っています、これ、レイモンド・キャッテって人が、こういうバカ系の知能は若い頃に高いけど、だんだん下がっていくし、えー、物分かりが良い,い系の知能はだんだん上がっていくと。つまりこう、挑戦はどんどんしなくなっていくけれども、えーまあ、物分かりが良い,い系の知能もだんだん察知っていくので、まあ、ずっと上がり続けるわけではないと。まあ、平均すると大体まあ同じぐらいのところにいるというところですね。 ちなみにノーベル賞を受賞する人の平均的な研究の年齢、まあ、その研究を始めた年齢は大体3 6歳だというふうに言われています、うん、だからまあこの辺のバラン知能がバランスいいのかもしれませんねでもなんか僕が目指している姿としてはだから年齢のせいにせずに大人になってもチャレンジできる人が増えるっていうこととそれとは別に、えー、若くてもしっかり世の中のことが分かっている人たち の数を増やすとで、そういう人たちにチャンスを上げるということができると、社会全体が創造的になっていける可能性があるということです。ちょっとこの図、英語ですいません、分かりづらいですけど、ね、ちなみにですね、結構このバカ系の知能っていうのが犯罪発生率と相関関係があって、ほら、なんか20歳ぐらいをピークに下がっていく、これも20歳ぐらいをピークに下がっていく。 なんかまあ、だからこう、ね、イノベーションというのがたまに、まあ、ウーバーなんかがよく言われますけれども、たまに法的にグレーであるみたいなことっていうのは、よくありがちなことなんですよね。まあ、そういうある種の失敗を許容していくっていう姿勢も、また、創造的な社会には必要な姿勢であるということですね。でも、日本は失敗を許容するのがすごく下手くそですね。まあ、これを図示するとこんな感じです。まあ、ざっくりこう、たくさんの可能性の毛が生えていく変異側の思考と、 えー、それをこう綺麗に刈り取っていく適応側の思考ということです。髪がいっぱい伸びる、それを散髪にいく、髪がいっぱい伸びる、それを散髪にいくっていうのを繰り返していくと、だんだんヘアスタイルが決まっていくみたいなことに近いんですけど、まあ、でもこういうふうにこうたくさん変異的な状況があって、でまあ、だんだんこう絞り込まれていくわけですね。で、絞り込まれていくとクオリティも上がっていくっていう。だからこ,うこれを何周するかどうかが創造性ですっていうふうに言った方が僕は分かりやすいと思っています。 そうすると才能のせいとかにしなくても済むから、何週目ですかって話にできるからですね。さて、えーっと、ここはちょっと飛ばそうかな。でもまあ、そういう2つの知、何かこう、観察をする知恵と、挑戦してみる知恵と、両方あるっていう、えー、ことで考えてみてください。で、進化思考では必ず X、進化させる対象っていうのを設けるんですけど、今回はちょっと都市で考えてみたいと思います。やはりスマートシティなので。 えじゃあ、ここからえあと7分ぐらいの間にですね、変異と適応の中身は一体何ですかっていう話をちょっとしていきたいと思います。ちょっと都市で一緒に考えてみましょう。例えばですね、ちなみに言うとですね、この変異のパターンがあるっていうのは、さっきのだからアイデアにはパターンがあるよって話と似ていて、デザインにもある種のコンセプトにもパターンがあるよっていう話なんですけど、なんで生まれちゃうかって話も。 ね、どこかでできたら面白いかもしれませんけど、1、えっと、つ目のパターンでね、このパターンがですね、あもう1個言わなきゃいけないのが、発明とか人工物と、えー、自然界で生まれる進化で、なんと共通してしまうんですよっていうのが、進化思考が仮説立てているところで、そんなこと言ってるの、は僕しか世界にいないと思うんですけど、でも僕はあの確信しています、一致してしまう理由も含めてですね。 で、まあ、どういう変化が起こるかというと、例えばこういうふうにパラメータが変わっちゃうっていうね、目が大きくなったり、くちばしが大きくなったり、骨が長くなったりするような、iPhone が大きくなったりするような、まあ、都市でいうと、超小型都市とか、ね、超マイクロシティって何でしょうみたいな感じとかがそういうことですかね。何かに似てしまうとかね、これ葉っぱに似てしまうとか、えー、これ、まあ、犬に似てしまうとか。 うん、都市で言うと、山にしか見えないってどういう感じだろう山に、山の真似をすると何ができるだろうこととかですかね。でこれ、なくなっちゃうっていう、えーね。足がなくなっちゃう。足がなくなっちゃったらトカゲですね。えー、羽がなくなっちゃう、先壁。都市で言うと、例えば、普通にこうインフラいっぱいありますよね。電気とかガスとか水道とか。 水道管のない都市を考えてみましょうって言った場合に、じゃあそんなことできないんでしょうっていうふうに言うかもしれないけど、ひょっとしたら雨水とろ過装置がすごいあの進んだらですね、あのまあ、そういう下水処理システムがめちゃくちゃマイクロになったりした場合には、ひょっとしたら浄水量下水量とかなくせるかもしれないみたいな考え方ですかね、まあちょっと。ちょっと先かもしれませんね、そんなことが起こるのは、えー。あるいは、えー、増えるっていうね。えーまあ ね、数が増えるるとなんか別のものもになる、まあ、都市でいうとまあかつての例ですけど分かりやすいのはまあ集合住宅とかこういう概念ですよね。住宅が集合していると。えー、なんか都市の中にある他のものを集合させると別のものになるかもしれません。なんかえ自動車を集約していく場所が駐車場としてできるとかですね。コンテナヤードとかもそうかもしれませんけど。まあ、そんなふうに、まあ、都市の中にも増殖的に起こっている場所っていうのがいっぱいあります。 はいえー、別の場所に移してみたらどうか、うん、例えば、ね、テレワークとかそういうことですかね、あのこれは、ね、外来種の植物ですけど、産業の水平転用とかもそうですかね、別の場所にあっても役に立つんじゃないっていう話です。えー、交換してみよう、えー、都市の中の何かを入れ替えてみようとかね、これじゃなくてもいいんじゃない、うんで、消防車じゃなくてもいいかもとか、じゃあ、取ろうってみたいなやつですね。 え何かと何かが分かれ、分けられちゃうとかね、尻尾が分かれちゃうとかもそうかもしれないし、たくさんの袋に内臓が分かれていますみたいなのもそうかもしれませんけど、分けられるということがあ,るありますね。分離可能性っていうかね、都市の機能の一部だと思っていたけど、分離することができました。民営化とかまあ分離かもしれませんね、あるいは,えあるいはこう逆転してみようとか、反転してみようとこうだと思い込んでたけど、こう。 にもできるみたいなこと今までとは逆の方向で考えてみようみたいな感じですかね。うん、なんだろうな、税金を、うん、税金を、まあ、いや、税金じゃない方がいいな、たとえ <laughs>、うん。でもなんかこう、普通にね、えーあの、住んだら家賃が逆にもらえるみたいなこととかもそうかもしれませんね。えー、足す、えー、何かと何かを足したらできちゃうカレーとうどん足したらできちゃった。 とにかくアイデアを出すにある種の類型があるというのが1つ目の変異の側の話です。でそれとは別に、まあ、こんな感じですね、類型。でえー、それとは別にですね、まあ、もっと肝心なのが、じゃどうやってそういうふうにたくさん生まれてくるさまざまな別の可能性を選択しますかという、えー、これはですねあの今までもいろんな手法が提案されてきました。 経済学的に提案されてきたことも、えー、あ,のある種、技術的に提案されてきたものもあるんですけどでも、生命科学的にはですねたった4つのことしか、まあ、ある種、そういった選択圧の確認というか、まあ、どういうふうに選択していくかという、えー、あの考え方って僕は必要ないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、どういうういい意味かっていうと要するに 世の中に科学的観察ってたった4種類しかないんじゃないかということが言いたいんですけど、1個目が解剖です。都市の中には一体何があるか、それはなぜあるのか、それはどう作るのかというやつですね、えー。で、2個目が系統です、えー。これは都市はかつて何だったのか、えー、そしてどういう系譜をたどって現在のような都市になったのか、そして都市っぽい形のものにはどのような類型があるのかというものですね。新図を書いてみる。 えー、これはですね、都市の中ももうすでに生態系なんですけど、都市自体も周りとも関係しているので、都市の中も外もどういうふうにつながっているのかっていう、つながりを観察してみようっていう生態系ですね。これはまあ非常に重要なんだけれども、読み取りづらいものなので、ある意味、えーまあ、そうですね解剖的に、系統的に考えることは20世紀の人たちに。 がねまあ、産業を作るときにできてきたことなんですけど、生態的に考えるのはすごく苦手で、だからこそ今、生態系の話がすごく重要にもなっていると。つまり、解剖的に考えて最適化していたつもりだったんだけれども、全体最適になっていなかったとっいうことですよね。あと予測ですね、データから将来を読み解くということもあるし、まあ、後ろに映っているみたいに、ある種バックキャスト的にこういう世界が作れるんじゃないのかというふうに考えることもできるかもしれない。 なんでこの4つでしっかり読み取れるのかっていうとまあ都市でもそうなんですけど都市の中の話か外の話か都市の昔の話か都市の未来の話かしか都市について語り得ないからですあるいはあらゆるものについてですねこれは椅子についても携帯電話についてもインターネットについてもそうですだからこうそういうものをですね まあ、中の話は解剖的、外の話は生態的、過去の話は系統的、えー、未来の話は予測的に語るしか我々ないし、無意識にもこれをやっているじゃないですかと。えー、で、まあ、この4つをしっかり見定めた上で、私たちは次にどのような、えー、都市に向かっていきたいのか、どういうふうに希望ある都市にしていくのか、どういうふうに今取り残している人たちをちゃんと,こう、えー、ちゃんと関わりを。 都市との関わりも取り戻せるのか、都市の中に発生している膨大な無駄をどういうふうに最適化して解消できるのか、みたいなあるいはかつての都市はそれをどのように解消してきたのかみたいな、そういう観点でもう一回、えー、それぞれの、えーまあ、それぞれのというか、えー、今進化させたいこの対象、まあ、今回は都市を考えていくとあの、都市って本当はこういうためにあるよねっていう。 メタな認識をもとに都市について考えていくことができるようになるようにということですこのスライド自体500枚ぐらいあってですね解剖は解剖で系統は系統でとか変異は変異でやり方が全部あるんですけどまあそういったことを一つ一つ体験できるある種の ワークショップのような形にして、そこからアイデ,ア,ア,イデアを見出していくっていうのが進化思考の考え方で、でえーまあ、いろんなところで今それを教えているというところです。今日はこれをもとにですね、名古屋さんと都市の未来を考えるのがすごく楽しみです。ということで、ご清聴ありがとうございました。はい、立川さんどうもありがとうございました。きっちり20分と、素晴らしい。<laughs> でね、これ、本当はこのままずっと聞いてたいってね、気持ちの方も多いと思うんだけど、一応スマートシティの集まりなので、じゃあ都市ちょっとこれつなげなきゃいけないですね。で、僕の方から、<え>今、まあスマートシティ会話でどんなことが出てるのかっていうスライドをちょっと出しますので、で、4つぐらいで、ね、質問っていうかね、話題があるので、どう感じられるか。えー、なんかセンスメイキングしてないものが多いような気がするんだけど、 ちょっと今後ね、ここでもらうっていう、そういう作戦でいきたいというふうに、はい、思います。じゃあ、事、ま、前、あ、自然にスライド見たんですけど、ね、めちゃくちゃ濃いですよ。<laughs> 時間足んないかもしれないですね。はい。で、えーと、スマートシティ考えるとき、4つレンズがあるよっていうところが、まず最初のね、何もないと頭バラバラになっちゃうんで、でヒューマン、人間ね、ウェルビーイングとかね、人間の活動とか、組織とか、かネイチャー、まあ、自然の上に全て成り立ってるから、 自然環境との共生、生態なんてさっき近かったのかな。え、それからビルトエンバイエンバイロメントね。え、いろんな建造物とかね。え、インフラとかね。え、制度なんかもそうですね。で、その最後にデジタルというのも買ってきたわけですよね。この4つをどうその土地の個性に合わせて進化させていくのっていうのが、まあ、あのスマートシティの大きなお題だっていうふうに今考えているということなんですけども。で、それにね、いろんな政策、施策をマッピングするとたくさんあるんですよ、これ。 あの、各ね、4つの証言な中にいろいろ言葉入ってるんですけど、これが大体ね、スマートシティ会話と言われてるバズワードなんですね。政策だったりとか、テクニックだとか、まあいろんなのが入ってるんですけど、いやかなりね、メッシーなんですよ。うん。だから現場大変、大変なんですね。で、外側にこう吹き出して書いてあるのが、まあ目指してるところっちゃな。ことで、ウェルビングとかね、地球環境の共存とか、デジタル経済、えー、社会への変革しなきゃいけないとか、えー、え、都市機能の維持とか、 こういうことはやらなあかんと。大きな命題を抱えてるんだけど、どれをどう、こう、うまく、こう、なんとか、えー、形作っていくのかっていうのは、ちょっとね、悩ましい。ちょっとバラバラ状態になってんですね。で、えっ、ー、と、大元は、まあ、こういうね、デジタルでデータをつなぐといろんなことができますぜっていうビジョンがあって、で、データ連携基盤と消費者を使う。これは肝だぞと。こういう形で動き始めてきたわけですよね。で、今、目先、テクノロジーで言うと、デジタルツインと、 5G。もしくはビヨンド 5G と。これが大きな変革のホットイッシュと。こういう形になってますね。で、足元こんな状況になっていると。で、でも世の中パッと見てみると、まあ、社会の課題をデジタルで解消しましょうよって形でスマートシティ始まってるんだけど、一番でかいのは自然環境系リスクなんですね。自然環境との共存共演するサステナブルシティがまず最初になきゃダメだよっていうのが、まあ、ヨーロッパを中心として大きなテーマになってますたで、その次にあとね、テクノロジーが来るんですよ。 実はね、リスクで言うと。で、まあ、AI によって仕事取られちゃうみたいなのもあれば、AI が暴走するみたいなのもあるし、テクノロジーの進化のスピードにガバナンスが追いつかないよ、みたいな話もあるしと。で、あとは、あの、政治経済社会系リスク、まあ、日々起こってることですね。売り上げが上があんないみたいなのもあれば、ポピュリズムがどうのこうのみたいな。なので、あの、自然との共存共栄機械との共存共栄人間との共存共栄って3つ大きな課題があってで、どうも日本はね、この機械のところ、 デジタルってところに突っ走ってきたんだけど、振り向いてみると、いや、そんな簡単じゃねえぞっていうことでギクシャクしてると。で、あの脱炭素みたいな1年ぐらい前からね、一生懸命やられてるんだけど、それもそうだし、格差ね、まあ、話題になって新しい資本主義なんてことも出てますけども、これもどうすんのって形になってて、よく考えてみるとね、目の前のデジタル化やっただけで幸せになれないっていう。これはね、みんなギクシャクしてるような感じなんですよ。でね、最初のお題。 じゃあそれから、今、どんな街の議論をしてるのってスライド出しますから、それが立川さんの目にはどう映るかっていうね、お話を聞きたいというふうに思ってます。今ね、デジタルとリアルの融合、ソサイティー5.0というのはそうなんだけど、結局、そのフィジカルな街づくりっていうんで、いろんな概念が出てきたんだけど、それだけじゃないよって、デジタルっていうこと、これ、融合なのかな、立川さんの言葉で言うと。 人口がね、10万人以上はないとダメだね。30万人ぐらい必要だなみたいな議論が出てて。で、50万人超えちゃうと都市効率が下がっちゃうよということを言われてて。で、ちょうどいいところって地域生活圏っていうね、こんな言葉が出始めてるんですよ。だから、その2つの概念の両立ってどうやるのっていう規模の概念が今出てるって話ですね。で、その時に、まあこういう今シミュレーションとかやっていて、まあこの緑とかはそうなんだけど、だいたい10万人から あそれ以上だな。30万人が真ん中ぐらいかな。で、世界のスマートシティのセンターを見てみると、だいたいね、60万人から80万人ぐらいがね、ピークなんですよ。それ超えちゃうとね、だんだん下がってっちゃうね。例外的にバラセラのとこで、ね、150万とかあるんだけど、でもやっぱりね、あんまデカすぎてもダメじゃんっていう、新しい単位のね、イメージって、進化する過程で、だけど、個体のデカさがデカすぎてもダメだみたいな、ね、うん、なんとなく見えてきてるのはちょっとあるだと思うんですよ。で、今までは、そのデジタルがなかった時代、何言ってたかっていうと、 連携中枢都市圏という形で、いろんな都市が、あの、塊を作ってね、軍化なのかな、これ。みたいな群れを作っていって、それをこう、ネット化するみたいな形でやると、まあ、全体がうまくいくんじゃないかっていうね、話とか。それと、新しい議論で言うと、スーパーメガリージョンってって、この大阪から東京までを全部一つのリニア、あの、中央新幹線でなぐと、一個の巨大な都市圏になるぞって、これで、ね、なんだ数量がの、でかくするってやつ ず、ず,ずあんだっけクジラのページが確かに近くにりましたけど変。変量的なもの。変量的なやつね。うん、こんなのがね、やっぱり自然と出てきてんだよね。うん。逆サイドを見ると、世界では、いや、デカすぎるのダメよと言って、15分で歩ける街にしなきゃとこれパリなんだけど、うん、あの、ヒューマンスケールに立ち戻ろうっていうねで、車やめて、みんな歩こうっていうね、歩いた方が健康だし、空気も綺麗だし、駐車場のスペースはみんなと他のことやった方がいいんじゃないっていう概念が出てきてるってね。 これはちっちゃくするところね、の議論が出てきてたりするわけですよ。で、まあこれ、バルセロナのスーパーブロックって一番有名なので、まあ、いろんなところで聞いたことある方多いと思うんだけど、まあ車がこの格子状のところを全部通り抜けられたのが、真ん中ダメよっていうね、これは欠質なのかななんか抜いちゃう、通れなくしちゃうってやつね、うん。そうですね、確かにね、血みたいな感じ。あの,あの、ね、変異のパターンで言うとそうですね。 なんかね、こんなのもね、今、なんてうかな、一つのデファクト化してて、バルセロナはこれがダーッと街中これが広がっていって、全部つなげるよっていうのが出てきたりとか、それのね、なんとかバージョンみたいないろんな国、トロントで出てきてみたりとかね、中国でも出てきてたりもするんだけど、ウ、ま、ォ、あ、ーカブルシティだね、一緒にね、まあ。こんな概念で、またちょっと今までと違う方向に進化が、今までモータリゼーションだったのが、<laughs> 真逆に生きているようなところもあったりするわけですよ。 だからこれがね、フィジカルとところのレイヤーを考えると、つまりビルトンとかを考えてみると、こんなようなことが起こってるんだけど、とにかくね、概念がいっぱいあって、頭の整理が難しい。で、今までってこう土着プラスデジタルっていうぐらいしかの頭の中になかなかなかったんだけど、意外とね、こう、ひねりっていうかな、あ、そうだったのねっていうのがね、できてるので、 僕はね、これはちょっと最初のお題にしたいと思ったんですけど、立川さんから見たときにね、これはこんな感じよっていう概念化でまとめられるかもしれないし、これもっとこうやったかもしれんじゃねえのみたいなね。なんか発想のネタみたいなのがあるかもしれない。ちょっとコメントをね、いただければなと思うんですけど、どうでしょう。なるほど。ありがとうございます。 えっとまず概要概念というところでいうとそのデジタルと都市の融合が一体何をもたらしているからこういう状況が起こっているのかということをちょっと整理してまあこれは当たり前の話になっちゃう可能性もあるんですけど整理して話してみるとデジタルってあ,のある種フィジカルの代用にひょっとしたら初めてなりうえる別世界だったんですよね。フィジカルな手紙ではなくてメールだし。 えー、フィジカルな場ではなくて、ズームだし、えー、というふうに、要するにこう、まあ、ここがハイウェイなわけですよ、ある種。 えー、フィジカルな、えー、フジカルメタフィジカルなハイウェイなわけですよね。ねもうなんか僕ね本来であればねあの皆さんとお会いするべく浜松にあの行きたかったけれども行か,行,け行かなくてもこういうふうに話ができているというような状況が起こっていてこれが町のそこかしこで起こっていると。でもなんかこれが登場する以前と現在を対比すると要するに以前は全部フィジカルで解決しなきゃいけなかったってことなんですよね。 まあだからこう遠くとやり取りをするには遠くに行かなきゃいけなかったので実際の物理的ハイウェイを作ったり滑走路を作ったりさまざまなものを作ってでさまざまなそういうフィジカルなネットワークを作って都市の問題を解決してたからそのネットワークが都市を支配してしまったつまり道路網が都市を支配してしまったり。 えー、そうするとそこにいる人というよりはそのネットワークにフィジカルな場所を開けなきゃいけなかったんだけど現在そんなことしなくてもいいってことになったわけですよね。でそうするとオーワカブルシティとか要するに都市側のある種のレオ まあ要するに負担というかフィジカルの意味での負担を下げられる可能性が出てきたっていうことがとても大きいのかなと。だからあの実はウォーカブルシティの背景にあるのはウォーカブルじゃなくても都市性をそのバーチャルなメタフィジカル空間であるデジタルが担えるっていうえ状態。 がえー、それをもたらしてるってととうころが実際にだからウォーカブルシティで起こってることはそういうふうにイヤホンをつけて iPhone で遠くの人と喋りながら、えー、自分のスタッフが、えー、自分の住んでいるところから時差が2時間ぐらいのところにいたとしてもやり取りをしているっていうことが起こってるとで、まあ、そういう要するにこう、ね、手元にオフィスが来てしまい手元にそういうフィジカルなものが来てしまったと、えー、いうことによる変化 によって逆にその都市が本来的にあるべきフィジカル性ってどういうものなのかっていうところに目が行くようになったら今度は逆にそういうネットワークなんかにあの全ての都市機能をえ分配していたらネットワークって言ってのはこのフィジカルなネットワークに分配していってまあ道路網とかで支配していたら実はすごい脆弱な都市ができてしまっていたっていう災害がとても増えていてでそういった時にあのまあ結構ね人工物簡単に壊れるんで。 えそうすると、こう、まあ、なんていうのかな。例えば、公園で災害があっても、えー、そこにインターネット復旧すれば、もっともきには戻るけど、えー、あの道路とかビルでがいっぱいあるところで災害があってしまうと、それが復旧するのには数年かかりますね、みたいなことになるわけですよね。そうすると、だから、どれぐらい、その、ある種の再生性みたいなものを都市にもたらすかっていうことが、結構都市開発のキーになってくるから、えー、そうすると、今、 まあめちゃくちゃ開発されきったまあ横浜もそうかもしれないし首都圏とあとまだ開発がある意味ではされているけれども開発されていないところが余剰として残っているある種のまあちょっと地方都市みたいなえ浜松みたいなとこでいうと実はどっちがチャンスあるのかって言ったら浜松にチャンスがある可能性があるんですよそこのバランスでいうとだから面白いなって思ってるんですよねななんかこうメタフィジカルなものを を手に入れるためには 5G の電波飛ばせばいいだけなんだったらめちゃくちゃ簡単ですもんね。だってね、道路引いたり、リニアモーターか走らせたりしないでもいいですから。まあ、走ったら走ったらそれはそれなのかもしれませんけど。でもまあ、そういうあり方でなくても別に良いっていう。で、一方で、やっぱり、あの、まあ、あとこうデジタル化がもたらしたのは、 場所に縛られないコミュニティ性というとやっぱり趣味趣向みたいなところにこうあのレイヤーが当たっていくと、まあ、趣味趣向というか、まあ、ある種 その共通の価値観とか共感を持ったコミュニティができてくるとすると、まあ、どういうコミュニティにとってどの街がいいのかっていうことっていう意味でそれぞれの都市のブランディングというかそのある種の何、えー、て言うんですかね、まあ、まあ昔よく使われた言葉で言うとバナキュラーな価値観みたいな地域性のある価値観みたいなのが、えー、あのどういうふうに反映されてその聖地になれるか あるコミュニティにとってみたいなことっていうのが結構重要なんじゃないかなっていう感覚はありますねでなんかざっくり雑感ですでアイディアのブレストは全然やろうと思えばいっぱい出せる自信がありますがどうしようかどこのテーマにしましょうっていう感じです <laughs> これあの立川さんね世界で言うと、はい、ボケとツッコミというかバカと天才っていうね、うん、秀才かだったけど このスマートシティで今ね、今,日今のところ話したところまでで言うと、いろいろとそのデジタル空間でこう場の交換が起こったというようなところがあったりとか、それを前提に今度はフィジカルの方もまも、あ、余地があった方が新しいことができるかもよみたいな話もありましたけど,ど,ど、どういう人が活躍、どっちが活躍する今、どっちというのは何何の、ばかと,と仲裁ですっ、ね、て<ー>、ね、分 いやこれ難しいんですけど多分今の日本の状態は、えー、バカにも秀才にもなりきれていないっていう状況が多い気がするんです。というのはどういうことかっていうと、えー、あのクレイジーなトライをいっぱいすることは基本的にずっとダメって言われ続けてきていてで、えー、あるいはこう、まあ、秀才であるというか、まあ、要するに観察してその状況に合わせるっていうのは 要するに既得権とかは,一旦,は一旦とりあえず置いておいて今ふさわしいのって何だろうねって考える力なわけですよね。でそうするとやっぱり惰性にののがれな流れてしまうっていうところが強すぎるっていうことっていろんなところですごい難しさを生んでると思うんですよ。でそうするとその惰性,惰性を持っているところに選択と集中が起こってしまうので本来的に分配されるべきところに分配されないっていう状況が、えー、あってしまうということがまあ ひょっとしたらいろんな意味で成長を遅らせるので、どっちも必要なんですよね。これ、だから、まあ、しかもそういうものに変化を促すためには、バカをやっただけではバカ扱いだから、結構巧みにバカをやらなきゃいけないわけじゃないですか、ね。バカね。<laughs> そうなんですよ。 で巧みなバカはやっぱりなぜ変わらなければいけないのかだからバカしましょうというふうに言うわけじゃないですかでそのだから2つを合わせて感知力を磨いて、えー、差し込んでいくっていうことがとっても重要なんですよねでただまあそういうのもやっぱりいきなり大きなところでそれをやるのはすごく難しくとも、えー、例えばあの浜松のように首長さんが非常にアイデアマンでありいろいろなものを新しいものをどんどんトライをしようっていうような意識があるような自治体だったりあるいはもっと小さい自治体さん もう人口何千人しかいない、進化志向も人口2000人の離島から出た本ですけど、なんかそういうところって非常にこう仕組みに対しても流動性があって、まあ、それはこうある種、ね、まあ、流動性をもたらそうという工夫によってもあるだろうし、人数によってもあると思うんですけど、そういう流動性が高いところでケースを作って、そのケースが良かったよって言って、全体に発生させていくっていう。 えだから、一つの都市だけでやらなくて、一つの町だけでやらなくて、同じことが例えばスマートシティのように、何か所でも起こっていて、このやり方がどうやら良いらしいっていうふうに言わせるっていうあの感覚でやるのは非常に成功法だと思います面白いですね、だから巧みなばカというか、まあそのね、そのハイブリッド的な日本型の新しいこうイノベーターの姿のような気がしましたけども、でそれもあんまりでかい都市というよりは、それなりのこう回しやすい都市。 しかも1個じゃなくて、いくつかで卵を分散させておいた上で、やると日本のスマートシティはなんかブレイクするかもよっていうのが、この今のアウトプット近ヒントですね。そうですね、やっぱりなんかナンバー数とか言うけれども、ね、ムーブメントが起こるある種の一日まで、そのこうね、マイノリティだけれども、やり続けると、いつの間にかこう、ある波が来てマジョリティになるかもしれないということがあり,ます、はい、ありがとうございます。 ね、次行ってみますかね。いや、本当ね、これ、本当は、あの、1日ぐらい議論しなきゃいけない。<laughs> 皆さんね次ね、自然環境との関係、うん、の、どう進化させるか。これもね、大変大きな課題で、政策的に言うとね、今、ゼロカーボンシティということで、今46、464自治体が、まあ、サインアップしたわけですよね。ゼロカーボンやります、と。で、ロードマップとか作らなきゃいけないってことになってるんだけど、まあ、大変ですわ。どうやってやるのっていうのは、まだそんなに明らかじゃない。 一方で環境省はあの地域循環共生権という形で、えー、消費するところと生産するところを循環させることによって外部性をなくしましょうやってこういう概念を作ってるね。ローカル SDGs って訳されてますけど、まあ確かにその通りなんですけど、こういう概念が出てきてますねと。で、えっ、ー、と、脱炭素に関して言うと、えー、脱炭素先行地域を100カ所作りましょうってことで、まあ、スマートシステム100カ所なんで、まあ、どっかで重なっていくんだろうなと思うんだけども、とりあえずもういっぱいアイデアを出して、 こういう感じですね、まあ。あの、なんかやれるよみんなっていう形で今声をかけていて、もっとアイデア出そうぜって頑張ってる状況なんですね。うん、で、世界に目を向けると、オランダが一番最初アム、アムステルダも一番最初だったんですけど、サーキュラーエコノミーっていうのを市の政策に入れましょうと。で、プラネタリーバウンダリーね、超えちゃうと地球壊れちゃうから、超えないようにでそうかといってあんま遠慮すると人間の社会活動、経済活動に重要なものが出されなくなっちゃうから、 一定のこを図で言うと、ドーナツは白いところで、白いところで人間の活動を抑えるよと。で、そこにグリーンかけるデジタルって新しいイノベーション作れないかなっていう議論が始まって、ハイブリッドかっちゅうのかなわかりませんけどね、バウンダリ、バウンダリーっていうのはなんか進化試行の中であるかわかりませんけど、なんかね、そういう発想で、こう、なんていうか、街づくりの方向がね、少し変わってきてると。で、もともと株式会社って作ったのオランダなんで、まあイノベーターの国なんだけど、 えー、ほっとくと今は水のに沈んでしまう街してるだから、うん、こういう生き残り策、進化の一個が出てきてるっていう。で、コペンハーゲンに目を向けるとまた面白いことやってて、これね、ゴミ処理場なんですよ。もう有名なね、BIG の, B の、えー、作ってるやつで、もうなんかこう、ファザード見ると、なんとかデザインみたいな感じだし、で、これスキー場のアメニティが上に乗っかってて、で、こう、煙が出してるのは実は人工の煙で、本当は有害物は何も出てないんだけど、 これが出てるよっていうことで、まあその存在を認識してもらうためってことらしいんですけど、で、うんえー、市内から出るゴミを燃やして発電してるんですよね。でも本当のハイブリッドだと思うし、で、えっ、ー、とね、コペンハーゲンに行って、えー、リトルマーメイドでも何でもいいんだけど、写真を撮るじゃない記念写真って。必ずね、これ後ろに入っちゃうんですよ。だからゴミ処理場がランドマークになってるっていうね、新しい、こう、なんていうかな、一種のデザインの力によるイノベーションかなと僕は思ったりもするんだけど、んこんなのも出てきてるんですよね。 なんていうと発想の転換というか、今までと同じことを考えてるとゴミはどっかでこう、ゼロサムゲームで、どこにを埋め立てるんだみたいな戦いだったんだけど、いや、そうじゃないっていうね。で、しかもこれ、周りがすぐ運河なんですけど、ここでみんな泳いでるんですよ。だから水がね、綺麗なんですね。有害なもの出てないっていうね、こんなの出てきたりとか。あと、またこれね、面白いですね。これパリとかでニューヨークなんですけど、生活圏の中に畑作りませんエディブルシティ、食べれる街っていう会なんですけど、 やっぱりこれも、その、脱炭素とかエネルギーだけじゃなくて、人間の生きる基本、食べることっていうことが、身近にあることによって、自然との共生の、まあ、念が強まるってうんですかね。こういうのが出てきてるんですよね。まあ、日本でもね、銀座の、あの、蜜蜂とかっていろいろあったりしますけども、やっぱり自然との関係を取り戻さないと、人間ってわからんのだよっていうね、一つの事例だと思うんですよね。でね次がね、これ、シンガポールの天河っていうね、うん、 スマートサスティナブルタウンって、日本の企業もこれなんか入ってすこれすごいですよね。あの、最初見たときね、人間が住むとこじゃなくて、オラウータンが住むとこかなって、パッて一瞬思っちゃったぐらい、あの、なんて言うんだろう、もう、なんていうの、町っていう感じじゃないんですよね。森っていう感じですよね。あの、立川さんのやつだと、なんだっけ、あの、くつわかなんか擬態の図がありましたけど、人間がこう、森を擬態で作ったんじゃないのっていうぐらいのね、僕はこう、印象を受けたんですけど、これもね、新しい方向感で、 まだ日本のスマートシティではこういうの出てきてないんだけど、これね、えっ、ー、と、他のメキシコなんかも出てきてるし、いろんな国でね、これに近いもの出てきてるんですよ。でさっき、立川さんが言ったみたいに、発展しすぎてないところにね、こういうのが出てきてるんですよね。だからまあ、ね、とっても面白い現象起こってるかな、って僕思ったりもするんですけど。ね、<あ>ここで一回止まって、またちょっとご意見を聞きたいと思うんだけど、自然、うん、との共生って、なんかヒントになることってありますかね あのさっきふんわり出てきたんですけど、あのえー、ロックストロームさんという人が2009年にプラネタリーバウンダリーっていう考え方を提唱していて、ちょっとそれの図を出しますね。えー、っと、ちょっと今、検索します。よいしょ、ちょっとこれですね。よいしょ。 これですあの。地球の限界のグラフで、この線がもう地球の限界で、生物多様性の崩壊も完全にアウト。で、窒素循環と倫理が完全にアウト。それに比べると気候変動なんてまだ生やさしい。 えという状況だけれども、まあ、当然、ここまでいっちゃうとアウトになってもうアウトを突破しているので、もう持続不可能ですってやつなんですよね。で、えーっと なんでこの図から始めたかっていうとですね、多分なんかこう、今の,、えー、あのゼロカーボンの議論とか、えー、なんでそんなものをいきなりやらなきゃいけなくなったかっていう中に、多分将来予測の話、例えばグレタ・トゥーンベリさんがめちゃくちゃこう切れてあの、ふざけんなって言ってる理由っていうのがですね、なんかこう、結構、いや、これ本当にやばいじゃないですかっていうような図とかがですね、いろいろ世の中にはいっぱいあってですね、そういうことで、一体本当に何が起ころうとう。 しているのかというとすいううに思んでのはだからさら、ね、なる成長戦略のためにそれがあるというよりは、まあ、現状のままでは本当にいられないのであるという前提があるんですよ。でまあこれは当たり前のことかもしれませんけどでそういった中でですねあのウィルソンっていうあの生,あの、えー、生態学者がいるんですけど、えー、その人がですね最近も「ハーフアース」って本を書いたんですね。 このハーフアースって本は今すごいざっくり概要を言うとあの地球上の今大体人間がこう畑作ったりとかも含めてあの自分のものにしている地表面って75%ぐらいであるらしくてそれをマイナス25%ぐらいすると要するに半分ぐらい地球側半分ぐらい人間側にするとなんとかなるかもねっていう理屈なんですよで これってだからこう、まあ、ね、人間どんどん開発していっちゃうじゃないですか。だけど、要するにこう、脱、ある種、脱開発というか開発されたものをちょっと巻き戻していくみたいなことっていうのが実はすごい重要だと僕は思ってて、例えばそれが、まあ、身近なところだったら、屋上緑化して森にちょっとだけ返してみるとかもそうかもしれないですけど、なんかこう、生態系に余地をどんどん作っていくっていう考え方を取らないと、まあ、本当にいろいろな、 ととこころでまずくくなってくるっててるいうことをまあざっくり言うとだからこう今まで黒人の人権はあの考えなくてよしっていう世界でしたっていう状況から黒人も人間じゃないっていう世界に当然広がったわけですねそれが当たり前の姿だからでも今までだから人間界は人間界で生態系のことは無視していいってことになってましたと生態系の権利は無視していいってことになってましたそれがだから生態系まで人権みたいな ととしててててて広がっっっいいいるっていうふうな現状だというふうに考えておくってでも物言わぬ自然は物言ってくれないので、えー、そうするとどうやってそこにある種そこからの声を拾い上げていくかとかそういったところのテクノロジーがすごい重要になっていったりするんだろうということはあったりするんですよね。でまああの、まあ、すごい引きなれで言うと災害が起こりやすくなるっていう、えー、ある種そういうバッファーゾーンがない町では。 あと感染症が蔓延しやすくなるっていうだからこうコロナなんて分かりやすかったわけなんですけどコロナ以降この,あのこういうふうな自然界のオープンスペースを取り戻さなければいけないっていうふうな議論が進んでるんですけどでもこれって実は今に始まったことではなくてかつて結核が蔓延したニューヨークでセンタール,ルパークを作んなきゃいけないっていう話が出たのも同じ理由なんですよね。 だからこうソーシャルディスタンスを取る場所が必要だね、フィジカルでそれは森です、えー、結論に達した人たちが、えー、あ,のああいうようなことを作っていったり、まあ、結構公園があるところっていうのが感染症の拡大をある種ブロックできていたっていう、まあ、ある種の。 ファクトっていうのは、まあ、100年以上前からあったっていうことなんですよね、要するに。だからまあ、そういう意味でも、だからこう、まあ、感染症もね、自然の一部ということで言うと、我々がそういう生態系と当然付き合って生きているっていう状態にとってふさわしい住みかぞみたいなことを追っていくと、自然環境に半分ぐらいはその余地を残していくっていうのが一つのいい基準になるかもしれません。 知,知らない間にね、その空間を埋めることの方に人間の頭って行きがちじゃないですか。余白はなんというか埋めなきゃいけないいうのはね、成長の中で刷り込まれた一つのマインドセットだと思いますけども、逆だと <laughs>。余白作れと。ね、それが街づくりというメッセージもあったりしますよね。もちろんね、人口が減ってるから空き家が増えてきたりとか、 えー、何かな、その、農地が放,放置されてしまったりとかって、いろんなね、意図せぬ、こう、予約もあるんだけど、だけど、計画的にそういうものも作らないとサステナブルじゃないよと。ね、まあ、デジタルがそれにどう絡んでくるのかって、今日ちょっとお話しする気はない、時間はないんですけど、いう面白い論点ですよね。これもね、ねえー、見えてなかったってうんですね。はい。 アクロス福岡みたいなものがいっぱいできると面白いですよね。エミリオ・アンバースっていう建築家がかつてこういう,こう自然と建築のどうやって合体できるのかっていうのをいろいろ研究してたんですけど、その人ね、まあ、ほとんど唯一の代表作ぐらいのものがこのアクロスですけど。あ、はい、あ、なるほど。はい、ありがとうございます。で続いてちょっといきたいと思いますけれども、えー、っとねで、今度はね、市民の幸福感っていうのも一つ大きな問題で。うん ね、デジタルやって幸せにならなかったったら、一体何のためにやってたんだっていうね、その大名題名代みたいなのがあるわけですよ。で、これ、えっ、ー、と、X 軸が幸福度。で、Y 軸が生活の質と満足度なんですね。やっぱね、方向が圧倒的に強いんですよ。ねで,すね、で、日本はね、このランキング入ってくるんけですよ。ランキング出すのがお題じゃないんだけど、でもやっぱりね、うまいパターンってあるんだなっていうのが、何とか見て取れたりするわけですよね。 で、じゃあ幸せって何ぞやっていうと、こういう図を作ったんだけど、まあ、マズローって一番ね、分かりやすいのがあって、でこれを、まあ、精神的な健康と社会的な健康と身体的健康に三つ割れますよと。それはそれぞれこう、なんていうか、これ、あの、慶応大学の前の先生、協調的なっていうやつは、あの、京都,京都大学の内田先生のやってる、まあ、 分析のから持ってきてるんですけど、まあこういうふうに割ってって、しかもいろいろと生活環境、暮らし,したリバビリティとか SDGs なんていうのもこう紐付けできるんだけどで、意外とね、下だけ満たしても上は満たされない。下はいくら満たしても上は満たされない。全然別物じゃんっていうことがなんとなく分かってきてて、ね、下から言うと元気です。まあこの街満足してますよと。まあこの街いいしたから進きたいと思ってるんですけどね。いや、俺誇り持ってるんだよね、この街。シビックプライドみたいな。いや、幸せですと。 こうこう全然違うものだということが分かってきていてでこれにうまくつなげるような都市開発なりまあスマートシティーなりやらないと最後なんか「ここだけ一生懸命やってました」とかね何かやってもしょうがないかなっていう気もしていてでねヨーロッパまあフィンランドって一番世界で幸福な国とか言われてるんだけどでそれといろいろと比べてみるとね日本が特にその欠落してるっていうところ何っていうと。 他人への寛容さとか、自分の人生を自分で決めるっていう、そうこなんですよ。で、これってね、さっきので言うとね、一番上の部分なんですね、これ。精神的なところ。だから、どうやってこの精神的な充実と、日本の文化の盲点みたいになってて見えないような幸福感っていうところを充実するようなアプローチをかけていくか。逆に言うと、そうじゃないところを一生懸命やっても多分ね、みんな幸せにならない。幸せを感じないって言ったらいいのかないうような雰囲気もちょっとあったりするんですよね。 で、まあ、これはちょっとばーっと見せるだけですけど、まあフィリ、ヘルシンキとかってこう、外側がバーっと熱くなってて、まあ、そういうね、他人への、あの、あの、関与さとかね、いろんなのがあったりするわけです。で、日本って、まあ、この、今回の集まりもそうなんですけど、やっぱ女性が圧倒的にまず少ないってところから始まってね、まあ、ダメじゃん、みたいな感じもするんだけど、知らない間で文化のね、その盲点に隠れてるところも結構あるんですね。でね、意外とっイノベーションも重要。イノベーションを起こしてる国ってのはハッピーなんですよ。 うんまあ、もちろん環境もそうなんですけど、うん、やっぱりね、そういうような、まああのー、スタートアップ拠点のもそうだと思うし、リビングラボみたいなのもそうだと思うし、教育の在り方なんかもそうなんだけど、まあ、そういうところとどうやって接点を作っていくんだろうかっていうところはね、まだね、こう,うまくつながってないんだと思うんですね。あの無意識につながってるものもいっぱいあると思うんですよ。経済成長のために何かやるって言ったら、やっぱりスタートアップだとかね、産業政策だ。だけども、もうちょっと本源的なもの。 あの自分で新しいことを試してみたい。で没頭しているうちに新しいものができちゃった。みたいなね。立川さん、進化思考、本格みたいなね。そういう世界だと思うんですけど、結構ね、重要かなっていうのは分かってきてるんですねこう。イノベーションもそう。やっぱり、ね、歩行ってね、ハッピーなだけでして、イノベーションももうずつすうんですね。これもなんかね、面白いところで、日本もこういう、こう、なんていうのかな。 えっと、生活の質とイノベーションがウェルビーンを高めていく。まあ、もう一つ生産ってのあなんだけど、市民産ってのあなんだけど、こういうようなね、街づくりは重要かななんて思ったりもするんですけど、一旦ここで止まってまたちょっとご意見をお聞きしたいと思います。どうぞ。 はいあのいやすごく重要なテーマなのでさっきの前の先生って、あの僕をあの SDM に、まあ、特任で教えてたんですけど、この5年ばかり、でそこに連れてきた人で、よくこの幸福と創造性の相関っていう話、よくしてたんですよね。実際に、ね、創造的な人ってハッピーですよ。で、創造的な状況っていうのもハッピーな状況に近いと。 あと、ウェルビーイングって意味だと、今、ここにも参加されている、あの、大田直樹さん。えっと、会津でウェルビーイングのワークショップをパナソニックや、あの、そっと他の企業にも向けてもやっていたんですけど、まあ、今年もやるか。一緒にやってまあ、ここ5年ばかりそれもやってますね。4年かなうん。でも、なんかこう、非常にテーマだと思うんですけど、幸福度っていうと結構わかりにくいんですけど、そのさっきの創造性が発揮されやすい年は、あの、 非常にハッピーな都市であるっていうのは、これ結構むしろ分かりやすくできる可能性があるところだなって思う中で、やっぱりその日本が幸福度上がらないところの背景に、不寛容さみたいなこととか、ある種モノカルチャー的に、あの、ある、ある特定の、なんていうのかな、ある特定のゾーンの人だけが、こう、まあ、ある、ある権利を得やすいとか、えー、そうじゃないとそうではないとか。 そういうことによる不平等不公平感みたいなものとかがあって要するに多様じゃない社会で不寛容であるっていうこの多様性と不寛容さにも結構関係性が僕あると思ってるんですよね要するにこうもしね政治でも意思決定の中がある種の多様性を持っていたらその多様な価値観をベースに考えなきゃいけないという。 ある種のエコシステムがその中にも掃除系として生まれるけれども、もし街のエコシステムと政治のエコシステムが全然違うエコシステムで動いてたら、政治はもはや街のエコシステムのスモールワールドというわけではないじゃないですか。そういうことが起こっちゃってるんだと思います。ね、人際実,際の実際の人口比は、ね、男女比5-5で、ゲイの 割合は何パーセントいて、で、ね、みたいなことかもしれないんだけど、それをじゃあ政治家に当てはめてみたときに、もう、でもそれはあの企業の経営者とか経団連とかでうそかもしれないけど、<laughs> そうすると意思決定のところと、そのマクロに見たときの国ってところの、そこのこう、ねええー、つ繋がりっていうのは、これもう全然望めないぐらい違う。 生態系でお互いが生きている可能性があって、そこをつないでいくっていうのは結構重要なことだなと、まあ、そういう意味で多様性は非常にこう寛容性につながる、で寛容性は当然こう創造性にもつながるっていう意味でつながっているようなと思うんですけど、あ、ま、と同時にですね、やっぱりあのあの、まあ、創造性ってまあ変異と適応の往復っていうふうに進化思考では整理してるわけですけど、変異ってこれ偶発性なんですよね。 偶発性が発揮されやすい状況はどういう状況かというふうに言い換えられるということです。 まあ、ポジティブな意味での偶発性が発揮されやすい状況を作れば想像的になります。でこれはだから偶発を起こさないようにするっていう不寛容さがすごい厄介であったり、まあ、多様なものが結びつきにくいっていう多様性のなさが、えー、難しかったり、えー、あるいはこうそういうような、えーまあ、ポジティブなアイデアが出た時にそれをこうある種受け取ってくれる環境っていうか、まあ、いいねやってみなよっていう背中を押してくれる状況っていうのがどれぐらいあるかということが繋がってくるわけですけど、あともう一つあるのが適用側の観察ですね。 なぜそれが良かったのかっていうことっていうのがちゃんと検証されないまま終わるっていうこととか、えー、それが偉かったり大きかったりするものであればあるほどオリンピックが良かったのか悪かったのかみたいな話とか検証されずに終わるわけですよねこれってのはまずいわけですよ当然次も同じやり方やっちゃおうってことになりますしね でそれってだからどれぐらいインパクトあったんでしょうかとかどれぐらい役に立ったんでしょうかってことはちゃんと検証した上でうんでちゃんと役に立ったねだからこういうやり方をまた再生産していこうあでもこのやり方はダメだったよねこれはやめておこうっていうふうにやっぱりそこでふるいにかけられる力っていうのがなければいけないしそれは観察眼なんですよねその観察眼っていうのは意思決定の中にも必要だし市民側にも必要だしだから要するに想像的観察で既存のルールを疑うことがちゃんとできているかみたいな意味で言っても結構日本はやっぱりそういうふうにはなかなか立て,ていない。 気がする既存のルールには割と従ってしまう。なんかこう,なんかこうね、欲しがりません勝つ、勝つまでは的になりやすいっていうか、<laughs> そ,れはそれはやっぱり、ね、負けてから、ね、あの失敗の本質に気づくかもしれないんですけど、でも負けてからでは遅いので、それはやっぱりちゃんと観察をした方がいいよねっていうことだとは思うんですよねで。それってちゃんと学校で学べることだと思うんです、僕。そういうふうにみんな観察できるし、そういうふうにこうエラーのパターンを覚えられるし。 そうするとこう生きにくい世の中の中でも自分がハッピーな道筋を見つけていくのはまあ,ある種多動性を持って観察をし続けていればまあそのうち収まるところに収まるよねっていうことってなんかある種ポジティブだと思うんですよね。んかでもやっぱりねえもうなんか就職活動ではね社会のことを知らないままにねあのあなたのところしか受けてませんって言って。 採用してもらうっていう感じだとすると、これ、多様性を否定することによって、その特別な関係性によって採用されるみたいな、えー、状況ですから、かそうすると、やっぱりすごいモノカルチャー化しやすい、なんかこう、まあねえー、仕事への関わり方とか、あるいは教育への関わり方とかになりやすいのかなと思います。えー、ありりりがとととうございいいますやっぱりねそ街づくりも色々とフィーードバックグループはないと ずっと突っ走っちゃったと危ないねっていう、そんなね、ニュアンスもちょっとあったかなと思いますけども。で、最後ですね、最後、最後。で、それでアーキテクト研修なわけですよ。アーキテクトは自らどう進化成長、想像してったらええんやろかってね、ここまで来て、それ、それを出すと、なんかね、困っちゃうようなとこもあるんですけど、でね、これ、去年うちのインシティテとでアンケート取ったわけなんですけど、スマートシティやる上で何が大切一番はリーダーシップとアーキテクト、ね、重要性で言うと。 で、何ができてないのって聞くと、まあ、道できてないものの一個はね、やっぱりアーキテクトだったんですよ。でそれはそうだ、世の中な、今までなかったんだから。で、それで今これを作ってるってわけなんですけど、でね、これ、なんていうのかな、あの、ないものを作ってるから、明確な答えはないと思うものの、自分自身、例えばサラリーマンだ、ジェネリストだ、自分は専門的な何かの人だ、えー、自分はあの IT の人だ、 自分はなんとかしたとかいろいろとね今までの経緯があると思うんだけどそれを乗り越えて全体をこうプロデュースするようなところにたたんとする人たちがここに集まってるんですけど自分がその脱皮なのかなこれ変態なのかな <laughs> 分かりませんけどする上で何かこうヒントになるものがあればと思うんですけど最後にこれどうでしょうアーキテクトの進化でもすごいいここういうことが やっぱり議論され始めることにすすごく希望を感じますよね,なんかねやっぱりな進化思考の本の中にも何でダヴィンチェがソーシャルインパクトを出せたのかっていう話が出てくるんですけどあの基本的にはメディチ家の横にいた人で,であの、まあ、すごいスケッチをかけたので。 ある種、こんなことなんとかできないかなって言われたときに、それが絵としてすぐに出てきたんですね、彼を。と一緒にこう制作決定をすると。だからこう、こういう工作機械作ろうかとか、こういう街にしようかみたいなところのすごいこうビジュアルな壁打ちができたっていうところだと思うんですけど、まあこれ、アーキテクト、プロデューサーないし、それがだからデザイナーであったり、建築家、建築家とアーキテクトってまあ英語では一緒ですけど、の ある種、専門性というよりは、割とジェネラルな感覚として、そういうふうに可視化は聞くし、そういうモデル化するっていうことによって、理解は進むし、そのモデル化ができるっていうことが、要するにこう意思決定をクリアにする上で、めちゃくちゃ役に立つっていう、あ割と当たり前のことが、少なくとも専門文化されてしまった後の建築家とか、インダストリアルデザイナーとか。 えー、あのねあの、クリエイティブディレクター、まあ、クリエイティブディレクターは割とメタな感じだけど、まあ、アートディレクターとかは、なんかこう、それをやる人ねみたいな感じでこう、パッケージされて、その外には出ないみたいなになってしまったことであの、そこがすごく難しくなったんじゃないかなって思うんですよ。だからこういうメタな意思決定のところに、アーキテクト的な人が必要だっていうのは、本当にその通りだなっていうふうに思ってお話聞いてました。で、そうですね。まあ 何だろうなんか一個思い出したのは磯崎新さんと定談っていうかなんかこうお話をした時に、えー、彼がそのアーティテクトってちょうどその頃にアラブの春ってあの、えー、ね、えー、エジプトの革命があった頃でそれでツイッターとかソーシャルメディアがすごいこう盛り上がって。 その先導をしていた人たちがアーキテクトって呼ばれてるのを君は知ってるかみたいな話をされて、はあーって思って、いや、さすがなんかすげえ、すげえ切り口で、やっぱりさすがだぜっていうふうに思ったんですけど、逸材さんっていうふうに、なんかまあ、それはなんかすごい面白かったなと思ったんですよね、僕は。なるほどと。そのプロジェクトをリードしていくっていう感覚が、その非常に必要だと。でまた同時に 今もいろんなデザインのコンペを審査するんですけど、ACC、えー、と AC っていうアワードを審査している中で、そ,の、えー、そこの、えー、審査委員長が永井さんというデザインなんですけど、彼とよく話しているのが、なんか最近僕らが審査しているものってデザインなのかプロジェクトなのか分からなくなってきたよねっていう。だからこうプロジェクトを美しくストーリーとして見み上げられる人が、やっぱりデザインを、まあ、そういうもの、 を、我々はデザインというふうに思ってるんだな、というふうに今思うわけなんですよね。で、それって、だから、こう、なんだろう、数字で見るソーシャルインパクトっていうことともまた違って、なんかこう、それがこう、ある種、多くの人に腹落ちて再生産、再生産させるような、こう。 共感力を持っってていいるかかどうかっていうそういうストーリーに編み上げられる力っていうところと一致してくるのでまあ当然そういうプロジェクトっていうのはファンが多くなるっていうのは当然なんですけどでまあそれによってこうね広がってもいく運動としても広がってもいくっていうことだと思うんですけどなんかそういう感覚っていうのがなんか 今は例えば政策とか意思決定の中から結構その意思決定はかっこいいかどうかみたいなことっていうのかな。なんかさ、プロジェクトとしてかっこいい意思決定かどうかっていうことっていうのは結構おざなりになりがちで、何をもってかっこいいとするかっていうこともそうなんですけどね。でもまあ、なんかそういうものこそ実は、なんだろう、短期の定量で見たときではなくて、長期の定量で見たときにすごく大きく広がっている可能性があるよなという気がしますね。ちょっとふんわりしてしまいましたけれども。 はい、ありがとうございました。あの、なんていうかな、その、美しさっていうね、言葉さっき、あの、たしかさんの言葉の中にも。 冒頭の方にあったんですけど、やっぱりそのストーリー化した時の美しさっていうかね、腹落ちする時きの条件みたいな形で、やっぱりこう、なかなかね、この、それをじゃあ美しくなれとか言われても困っちゃったけど、あの、概念としてはやっぱりあるなっていうのがね、今日のなんかこう、最後の発見かなと思いましたね。あのね、本当はもっといろいろとお話を聞きたいんだけど、そろそろあの、この時間になっちゃったので、これであの終わりにしたいと思います。またいろいろとお話を聞かせてください。瀧田さん、どうも、今日はどうもありがとうございました。 こちらこそありがとうございました。本当にありがとうございました。あの、スマートシティ進化志望から見たスマートシティということですね。あの、非常に奥の深いあの興味深いお話を聞かせていただけたかなと思います、えー、どうもありがとうございました。はい、えー、それではですね。予定しておりました。プログラム、これにて終了ということで。 1> 第1部の特別セミナーは以上をもちまして、えー、終了とさせていただきます。えー、日曜日のです、ね、お昼の時間帯、えー、最後までご視聴いただきました。